テレポビズ。興味深いサイエンスニュースをお届けする橋本ディレクターの理系通信です、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、今回はですね、はい、東芝が世界初を歌うですね、うん、ある特殊なリチウムイオン電池を、取材してきましたので、はい、それについて詳しくお伝えします。はい、東芝は11月19日、燃えにくい次世代のリチウムイオン電池を開発したと発表しました。内部の電解液に不燃性の水溶液を使うことで、これまでの課題だった燃えやすさを克服し、安全性を高めたということですが、これ難しくて分かりません。はい、今回東芝が開発したのは、水系リチウムイオン電池という電池でして、はい、この名の通りですね、うん、中に水が入っていると。いうことでして、はい、そもそもですね、リチウムイオン電池は中に電解液という液体が入っておりまして、はい、従来はその電解液に燃えやすい有機溶媒というのを使っていたんですけれども、うん、今回はそれを水に変えたということで燃えにくい電池が出来上がったということのようなんですね、はい、リチウムイオン電池というとスマホや電気自動車などで広く普及していますが、たまに火が出たとか爆発したっていうニュースありますよね。そうですね、例えば最近の話で言うと、はい、リチウムイオン電池が入っている、モバイルバッテリーとか加熱式タバコとかですね、それをそのままゴミに出しちゃって、うん、はい、でゴミ収集車が丸焦げになった、なんていうニュースをですね、聞いたことがある人いると思います。うんうんうん、で、その他の話題でいうと、電池が燃えるという話で話題になっているのが、はい、韓国の電池メーカーなんですね、うん、韓国には LG 化学とサムスン SDI と SK イノベーションという、はい、大きな、電池メーカーが3つありまして、で、電気自動車向けのリチウムイオン電池で今もシェアを急拡大して、うん、飛ぶ鳥を落とす勢いでして、特に LG 化学はもうパナソニックを抜いて世界トップレベルというふうになってるんですけれども、一方でこうネガティブなニュースもですね、出ていますよね。そのネガティブなニュースというと、 LG 化学の電池を積んだゼネラルモーターズとヒュンダイ自動車、サムスン SDI の電池を搭載したフォードと一部電気自動車で発火事故が相次いでいて、リコールにまで発展しているというニュースですね、はい、そうですね、これらの発火事故はですね、まだですね、電池が原因だったというふうに特定はできてない、はい、ということなんで、ただですね、仮に電池が原因だとなると、これ巨額の賠償金を払う羽目になるとかもしれないということなので、電池メーカーに緊張が走っている状況ということなんですね、というように、リチウムイオン電池には火が出るというリスクがある中で、はい、東芝が燃えにくいリチウムイオン電池を作ったというのは、これ注目に値しますよね、で、東芝は世界初を歌っているということなんですけれども、水系リチウムイオン電池を作ったのが世界で初めてということなんですか？正確に言うとですね、これ実用レベルの水系電池は世界初という意味でして、水系リチウムイオン電池自体は、昔からあるもので、研究室レベルではすでにですね、作られているということなんですけれども、そしてですね、たびたびですね、驚くような性質を持つこの水系電池っていうのが報告されておりまして、例えばこの映像をですね、ご覧ください。これはですね、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが開発した水系リチウムイオン電池です、はい、こちら火をつけてますけれども、燃え広がらないと。で、くるくる扇風機みたいなのが回ってるということは、まだこの電池はちゃんと動いてるということなんですね。正確に作動しているということで、これに関してはさすが水系電池という感じで、火が消えると自己沈下するという性質ですね。そしてお次、こちらもさっきと同じ水系のですね、リチウムイオン電池です、はい、確かに回りました、はい、羽根車が回っていて電池として作動しているんですけれども、はい、よく見てください。もう曲げられると、曲げても回ったままですね。フレキシブルなこれ電池と。そしてその後、切る、切っても問題なしと。そしてこの後水につけても全く問題なしというような電池ですね。これすごいですね、はい、これも水系リチウムイオン電池です。はあ、驚きました。そうですね、これ夢が広がる話なんですけれども、ただですね、この大きな課題がありまして、それは寿命です。このジョンズ・ホプキンス大学のですね、水系電池は充電放電というサイクルをですね、これ120回ぐらいしかできない。120回って少ないですね。そうですね、例えばスマホ、あなたのスマホ120回しか充電できませんよって言われたらちょっと嫌ですよね、はい、というように、水系リチウムイオン電池はですね、一般にこの、寿命がですね、課題なんですけれども、そうした中、東芝は、ここが世界初のポイントなんですけれども、繰り返し2000回以上の充放電が可能であることを確認したと、
10倍以上ですね。そうですね、はい、こちらのグラフを見てください、はい、横軸が充放電の回数を表していて、うん、縦軸がですね、放電容量といって、まあ、電池からどれだけマックス電気を取り出せるかという量を表しています、はい、これ見て分かる通り2000回充放電を繰り返してもその放電容量ほぼ変わらずと、はあ、まあ、劣化してないということをこれ確認したということなんですね、はいはい、でそしてもう一つ、うん、世界初なのはですね、これ氷点下でも作動するという点でして、うん、これ中に水が入ってるんで普通は氷点下だと凍って電池として作動しないんですけれども、はい、この東芝の電池はですねマイナス30度でも作動することを確認したと、すごい、はい、いうことで、まあ、つまり、東芝によりますとですね、長寿命性能と低温での充放電性能を備えた水系リチウムイオン電池は世界初と、はい、いうことですね。すごい、はい、で世界初。そうですね、でちなみにあの電圧は 2.4V ということで、うん、これ乾電池の2倍程度ということで、うん、まあ、その点でも実用性を高めているということなんですね。気になるのがそのジョンズ・ホプキンス大学の、はい、あのすごい電池でもネックだった寿命を、うん、東芝はなぜそんなに伸ばせたんですか。そうですね、はい、その長寿命 の、うん、秘訣についてですね、何なのかということについてはこちらをご覧ください、はい、うん、水の電気分解を防ぐために、固体電解質の板を使ったということになります。余計な反応を減らしたということです、はい、まあ、これつまりどういうことかというとですね、うん、水系電池は中に水が入っているので、これ電圧が大きくなると水の電気分解、うん、はい、まあ、中学生でも学ぶ水の電気分解という反応が起きてしまって、はい、負極側にですね大量の水素が発生して、これが問題だったんですよね。で今回は固体電解質というものを活用して、うん、水素の発生を防いだというのがこれポイントです、うん、この図を見てください、はい、はい、こちら、上側が正極プラス極で、うん、下側が負極マイナス極、そして真ん中にセパレーターというものがあるという電池の構造を表しています。このセパレーターはですね、電解液を、まあ、プラス側マイナス側の部屋に分けて、まあ、混ざらないようにしていると、うん、はい、つまりこれ液体は通さないんですけれども、うん、リチウムイオンなど特定のイオンは通すという、まあ、役割があるというのがこれセパレーターというものです。でこれ普通のセパレーターだとですね、はい、上のですね正極側で発生する H プラスと書かれた水素イオンをですね、はい、このようにスルッと負極側にこう通しちゃうんですよね、うん、そして化学反応が起きて水素イオンが水素ガスになっちゃうと、これが今までのやつ、はい、で今回セパレーターにですね固体電解質というものを使用して水素イオンを通さなくしたと、うん、負極側に通さなくしたと、で結果的に、水素ガスを発生することを抑えることができたというところが一つ大きなポイントだった。この燃えにくくて寿命の長い電池はどういった用途で活躍するんでしょう、はい、そうですね、東芝はですね太陽光など再生可能エネルギーを貯める低地用蓄電池としての用途を見込んでいます。普通のリチウムイオン電池だとですね大規模なシステムを組もうとすると消防法上の危険物に該当しちゃうということで、はい、例えばですね住宅から10メートル離さなきゃいけないですよとか設置場所のこれ制約があるんですよね、はい、ただ今回の燃えにくい電池はこれ消防法の危険物に該当しないということなので、うん、まあ、これまで設置できなかったところ狭いところとか地下とかにも置けると見込んでいるということで、うん、こう用途が広がるんじゃないかということ でもう一つですねこれマイナス30度でもこれ大丈夫なので例えば北海道の野外でも置けるということでそういうのもメリットになってくるということですね。それだけ画期的だと、うん、コストもかなりかかるんじゃないですか。そうなん、はい、私もそう思ったんですけども、はい、東芝はですねコストも低くなるというふうに言っておりまして、本当ですか、まあ、そうですね、なんで低くなるのかということについて、聞いてきました、はい。まあ、今リチウムイオン二次電池は、まあ、原子力発電所ではないですが非常に多分安全性のところにこれ以上今後多分さらにコストをかける必要性があると思っているんですが、我々の電池は多分そういったコストを多分かける必要がないであろうとか、あとはそのセルの材料自体もですね割と安い材料に変えられていく。外装管とかにおきましては従来アルミニウムのやつをレーザー溶接とかガッチガチにそういうことをしなくてはいけないんですが、その外装管とかをもっと簡略化するとか、まあ、そういったプロセス上のコストも削減できるというふうに考えているので、そういった意味で部材そのものもそうですがトータルとしてシステムとして低コストにつながっていくんじゃないのかというふうに期待しています。電池そのものがこう劇的に安くなるとかっていう話ではないようなんですけれども、うん、電池自体が安全なので安全対策とかですねこれ追加に、はい、する必要がないということで、トータルとしてシステムとして低コストになるだろうと
というふうに言っておりました。これ、うん、電気自動車には使えないんですか？そうですね、やっぱり一番気になる、私も気になったところなんですけれども、うん、はい、あの電気自動車はですね、やっぱりコンパクトなところに大容量の電池を積まなきゃいけないということで、うん、高いエネルギー密度が求められるということで、これ残念ながら今の技術では水系電池ではそこには対応できないと、うん、まあ、まだ技術革新が必要ということです。で東芝はですね、2030年までにまずは低地用電池としての、うん、実用化を目指すと、しているということで、うん、ちなみになんですけど、燃えない次世代電池というと全固体電池というのは、まあ、世界中の研究所で、研究がですね盛んに行うと、はい、いうことはまあ聞いたことあると思うんですけれども、じゃあですね、これ全固体電池と水系電池比べて水系電池どこがいいのかということも聞いてみました、はい、東芝の研究者はですね、全固体電池に比べて大電流性能に優れて、そして簡便な製造プロセスで電池を作ることができる可能性があるというふうにコメントしておりました。ああ、じゃあ量産するには適してるんじゃないかということですね。はい、言っておりました。本当に電池の世界って奥が深くて、いろんな電池が出てきてますけれども、そうですね、前は、リチウム空気電池って紹介しましたけど、いろいろともう世界中でいろんなアイデアを凝らして、はい、開発が進められているという状況ですね。どんな次世代電池が本命になるんでしょうね。そうですね、注目です。はい、はい、今日は以上です。橋本ディレクターの理系通信、今回のテーマはプラスチックごみに関するニュースということですけれども、プラごみというと1ヶ月ぐらい前にテレ東ニュースでプラスチックを分解するすごい酵素についてのニュースを配信したら60万回の再生、はい、やはりプラごみって関心高いようですね。そうですね、皆さん意識高いなという感じなんですけれども、まあ、今回はですね、そのプラごみから水素を簡単に取り出せちゃうという技術について紹介します。はい、水素というと、例えば燃料電池車がありますよね、はい、空気中の酸素と車に乗っけた水素を反応させて、うん、まあ、それで発電しながら走るというやつなんですけれども、そういったクリーンエネルギーとして使われる水素をプラゴミから作れちゃうと、しかも簡単に作れちゃうという技術を。そんな夢のような話があるんですか？あるということなんですね。ではどうやるかということで、まずはこれを見てください、はいはい、これはですね、レジ袋などに使われるポリエチレンというかなり一般的に使われるプラスチックの構造を表した図でして、はい、こんな感じで一般にですね、プラスチックは C 炭素と H 水素からなっていますと。なので超シンプルに考えればですね、プラスチックから H2 水素ガスを取り出すにはどうしたらいいか、はい、これ C と H が結合してるんで、はい、その結合をぶった切って H をぶっ飛ばしてガスとして H2 を回収すればいいじゃないかと、はい、まあ、簡単に考えればいけるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、ただそう簡単にはいかないので、まあ、みんな困っているということなんですね、うん、はい、じゃあどうしようということで、こちらこれ論文に載っている図です、はい、これ左に書かれたこのウェイストプラスチックと書いているのが、はい、まあ、プラゴミですね、プラゴミですね。それが右の H2 水素になりますよというプロセスをですね、うん、表しています。でこの上の A のプロセスが従来型の、なんか複雑、そうですね、複雑ですね、うん、はい、これ何をやってるかというとですね、熱を与えて分解して、うん、その後水蒸気解質という方法で最終的に水素を、まあ、分離しているということなんですけれども、うん、まあ、しかしかなりのこれエネルギーを投入しなきゃいけなくて、また水素だけじゃなくこれ二酸化炭素も大量に出ちゃうということで、これ1キロの水素を作るのに CO2 が12キロも出ちゃうということなんですよね。これクリーンなガスを作ろうと思っているのに地球温暖化につながる CO2 も出ちゃうというのは、これはジレンマですね。そうですね、そうなんですよ。でそんな中、研究チームが見つけたのが下の B のプロセスで、はい、これめっちゃシンプル、一本線ですね。シンプルですね、はい、なんとワンステップで水素を作れちゃうと、はい、で矢印のこれマイクロウェーブスと書いてますね。これマイクロ波です。お、マイクロ波といえば、はい、電子レンジじゃないですか。そうそう、電子レンジです、うん、電子レンジに使われているマイクロ波で加熱するというのが決め手なんですけれども、はい、ここで鋭い人はですね、あれとちょっと思うと思うんですよね。プラスチックって電子レンジで温まらないんじゃないのと。確かに、うん、ご飯温まるけど容器のプラスチック冷たいままだったという経験あると思うんですけれども、プラスチックはマイクロ波をですね、透過してしまうんですね。なので全く温まらないんですよね。ってことであれれという感じなんですけれども、はい、下にですね、小さく書いてるカタリスト、つまりこれ触媒もポイントでして、触媒というのはですね、化学反応を手助けしてくれる、まあ、物質で、いわばまあナコードのような
の存在でして、うん、今回ですね研究者はマイクロ波をめっちゃ吸収する触媒を用意しました。熱々になる。あ、そうです。でつまり今回ですねプラゴミを砕いて、はい、でその触媒とですね混ぜ合わせて、うん、そこにマイクロ波を当てて、はい、触媒をめっちゃ熱くするんですね。で触媒に触れているプラスチックが加熱されてそれによって水素が、うん、まあ、C と H の結合が切れて水素ガスが回収できますよというプロセスなんですよね。あの研究チームによりますとわずか20秒でプラスチックが持つ H、うん、水素の 97% を回収することに成功したと。すごいですね、はい、ただ問題はあの従来のやり方では発生してしまうという二酸化炭素、こちらも出てしまうんですか。はい、いや今回この方法では出ない。これもすごいと。すごいですね、はい、そうなんです。ただちょっと疑問なんですけれども、はい、なぜ直接プラスチックを加熱せずにわざわざそういったナコード触媒を加熱してからプラスチックを温めようとしたらうまくいった。まさにそのメカニズムの部分ですよね、はい、でこれについてですね研究チームはあのまだ検証されていない仮説の段階ですけれども、マイクロ波によって触媒は急速に加熱されますと、はい、たださっきも申し上げましたようにプラスチックはマイクロ波を透過させるので、はい、温まらないと、まあ、冷えた状態と。ということでつまり触れ合っている触媒とプラスチックで大きな温度差が発生しますよね、うん、で差はなんと400度以上の差が発生すると。でですねこれ論文ではここが重要だというふうに書いてるんですけれども、そうなると熱い触媒から冷たいプラスチックに向かって熱の流れができるだと、強い熱の流れができるだと、熱流速とかっていうふうに言うんですけれども、まあ、一般にこの2つのですね温度差が大きければ多いほどその熱流速大きくなり、かつその温度差がある距離ですねが短ければ短いほど熱流速高くなるということ で、 で今回ですね400度の差がミクロなレベルで起きてるんで、ものすごいもう熱のブワーっていう流れができると。その流れによってプラスチックの C と H の結合が切断されて水素がボンと飛んでいくのではないかというふうにご説明しています。もう私でも理解できる段階なので、すでに実用化できるんじゃないかなというようにも聞こえるんですけれども、やはり実用化に向けてはまだハードルあるんですか。まあ、そうですね、あのもちろん今回は研究室レベル の、 あの小さな装置で実験をしたということなので、大規模な設備で施設でやっても同じような同様の効果があるのかっていう検証はまだしてないですし、はい、あとはエネルギー効率の問題ですね、うん、マイクロ波というエネルギー、まあ、コストをこう投入してますから、はい、まあ、事業として採算が立つように効率を高めていく必要があるというふうに研究チームはこう説明してますね。なるほど、実用化期待したいですね。はい、あの、はい、ちょっと違う角度で、はい、そもそものところなんですけれども、はい、燃料電池車などに使える水素が得られるというのはすごくいい点だと思うんですけど、うん、はい、今環境にといえば電気自動車がやはりメインじゃないですか。まあですね、はい、燃料電池車っていうのは普及するんでしょうか。そうです、まあ、そこは多くの人が思う疑問だと思うんですけれども、はい、ただですね最近意外とですね燃料電池関連の話題ニュースが多くてですね、まあ、例えばトヨタ燃料電池車の未来をですね、その新型を今年の12月にデビューさせますよという予告をしてたり、あとトヨタや日野自動車などが燃料電池の大型トラックの走行実証をですね2022年の春頃に始めると発表したりですね、はい、あと海外ではドイツがですね国として国家水素戦略と、はい、いうのを打ち出していて、でそのドイツにあるダイムラートラックがですね今年の後半に燃料電池のトラックを量産する計画を掲げていると、などなど意外とですね動きがあるということなんですね、はい、ただ燃料電池車の普及には水素を補充する水素ステーションの整備、ね、まだ進んでないっていう課題もありますよね、はい、そうです、まあ、それが本当に大きな課題なんですけれども、うん、ただですねあの特に乗用車ではなく商用車のこの燃料電池車に関しては、はい、結構普及するんじゃないかと見てる人は多いんですよね。自家用車じゃなくより大きなものということですか。ですあのというのもですねあのトラックは基本長距離を走るじゃないですか。そうなると、まあ、もしこれを電気自動車でやろうとすると相当巨大な高価なバッテリーをドンと積まなきゃいけないと。しかもエネルギーがなくなった充電しようとした時に何時間もかかるということですよね、はい、で一方の燃料電池車っていうのは航続距離の面で現状の技術では有利と言われていまして、で水素の補充もこれガソリンを補充する感覚でもう5分ぐらいでできちゃうということなので、ここもまあメリットと。でそれにさっきのですねあの水素ステーションの話ですけれども、トラックって基本決まった区間を行き来するんで、あのそこに集中的に水素ステーションを配備すればいいじゃないかと、
いうことで、そういったあのインフラ面の問題も解決しやすいかもっていうことで、普及にですね、その大型のトラックのですね、期待がかかっているという状況ですね。そういう点で航空機も水素でっていうようなニュースも出てくるわけですね。ありましたね。そうですね。まあ、電気自動車と燃料電池車、それぞれ適材適所という広がり方をしていく形ですか。はい、であの先ほどの論文にちょっと戻るとですね、あのプラスチック C と H、はい、炭素と水素からなっていて、今回あの H がぶっ飛んで水素ガスになって回収できたということなんですけども、はい、じゃあ残った C、はい、これどうなったかと、炭素どうなったかということなんですけれども、実はですね、その大部分がカーボンナノチューブだったというのも一つ驚き。カーボンナノチューブって聞きますけど、どんなでしたっけ。はい、あのそもそもあの C、炭素ってあの、まあ、有名な話ですけど、面白い性質がありまして、そのミクロな C と C 同士 の, あの結合の仕方によって、あのいろんな物質になりまして、例えば鉛筆の芯の黒鉛だったり、ダイヤモンドだったり、はい、黒鉛とダイヤモンド全然違いますけど、どっちも C だけからなる物質ですね。でその他にもカーボンナノチューブとかフラーレンだったりと、なんかいろいろあるんですけれども、今回は大部分がカーボンナノチューブだということが分かったと。ということで、このカーボンナノチューブといえば、この日本人の研究者が発見した材料で、まあ、ものすごくよく熱とか電気を通すということで、機能性の高い注目とし、機能性の高い材料として注目をされておりますと。すごいです、はい、プラスチックゴミからそんないいものばかり取れてしまう。そうですね、本当に夢のような話なんですけれども、はい、まあ、実用化期待したいと思います。はい、面白いサイエンスニュースをお伝えする理系通信、今日のテーマは数学の魔術師です。皆さんこちらの人物ご存知でしょうか。ラマヌジャンというですね、インド出身の数学者でして、天才とか、まあ、奇才とか魔術師などとも表現される、まあともかくとんでもない数学者です。ラマヌジャンの何がすごいかというとですね、独創的な公式や定理を次々と生み出していったというところなんですね。特殊相対性理論はアインシュタインがいなくても誰かが発見しただろうが、ラマヌジャンの公式は彼がいなかったら100年経っても発見されなかっただろうなんていうふうにも言われたりするんですね。でそんな中ですね、もしラマヌジャンが今生きてたら思いついてたんじゃないかなと思うような数式を生み出してくれるラマヌジャンマシンなる AI を開発したとイスラエルの研究チームが発表しました。その論文がですね、世界で最も権威あるネイチャーに掲載されました。その内容についてお伝えしていきます。その前にですね、まずラマヌジャンがどんな人物なのかというのをですね、もう少し詳しくお伝えします。タクシー数という有名な逸話がありまして、あのラマヌジャンはインド出身だったんですけれども、イギリスのハーディ教授という人にですね、その数学的才能を見出されてイギリスに渡るんですね。でそんなある日の2人の会話で、ハーディ教授がさっき乗ってきたタクシーのナンバー1729だったんだけど、何の特徴もないつまらん数字だったよとラマヌジャンにこう伝えるんですね。するとですね、ラマヌジャンが即座に、いえいえ、とても面白い数字ですよ、1729は2通りの3乗和で表される最小の数ですよと伝えたんですね。でこれどういう意味かというとですね、1729は12の3乗足す1の3乗とかけるんですね。つまり 12×12×12 足す 1×1×1、まあ、これ計算すると実際に1729になります。そしてまた10の3乗足す9の3乗ともかけるんですね、まあ、つまりですね、2パターンの3乗の足し算でかけますよということを言ってるんですね。で一方ですね、例えば9という数字、これはですね、1+8、つまり1の3乗足す2の3乗というふうに書けるんですけれども、ただ他のパターンでこう何とかの3乗足す何とかの3乗は9ですよというふうには書けないと。同じように10についても書けない、100についても2パターンで書けない。でこれどんどん調べていくと、1729で初めて2パターンの3乗の足し算で書けますよという事実をですね、即座に教授に返答したという驚くべきエピソードが残っているんですね。まあ、このようにですね、ラマヌジャンの数学的洞察力っていうのは半端ないものがあったということなんですね。でそして他にも、まあ、ラマヌジャンの凄さが伝わるこちらの公式ご覧ください。でこちらですね、ラマヌジャンが1914年に発見した円周率 π を求める公式です。いやこれ何なんですかね、この式は一体。まあ、これいろいろ見慣れない記号があると思うので、それを使わずに表現するとこうなります。つまりですね、右辺の複雑な式を無限に足し算していきますよという意味なんですね。そうすると左辺の π、つまり円周率を求められると言っているんです。でそもそも円周率って何だったかというとですね、
円があったときに、その円周の長さは直径の長さの何倍ですかというようなものを表す値でして、ご存知の通り円周率 π というのは 3.14159…… と無限に続く小数になってくると。でそんな図形的に定義された π と、この公式の右辺にある例えばこの1103という数字や26390という数字が、これなんで図形的な π とリンクするのか、まあ、素人にはさっぱり分かりませんが、まあ、これが成り立つと、これをラマヌジャンが発見したということなんですね。でこういった公式をラマヌジャンどうやって思いついたのか、まあ、気になるところなんですけれども、ラマヌジャンはそれを問われると、女神様が教えてくれたんだと答えるのみだったということなんですね。ということでですね、ラマヌジャンの独創的な思考プロセスは謎のままなんですね。さらに困ったことにですね、ラマヌジャンはこういった公式バン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 発見するんですけれども、その証明をほとんど書き残さなかったんですね。なのでですね、後の数学者がそのラマヌジャンの式を一つ一つ証明していったんですね。でその証明に挑戦する中で、まあ、いろんな新しい数学的アプローチもですね見出されたりしてるんで、ラマヌジャンはですね1920年に亡くなった後もこうやって数学の発展に貢献をしていると言えるんですね。そしてここからが本題です。 AI のラマヌジャンマシンについてです。この AI どんな AI かというとですね、先ほど見たような円周率 π などの数学定数に関する式をまるでラマヌジャンのように生み出してくれるんです。でここでいう数学定数って何なのかというとですね、まあ、何らかの興味深い性質を持った数のことでして、円周率 π の他に、まあ、E で表せれるネイピア数などいろいろあるんですけれども、ちょっとここではですね誰もが知っている円周率 π に絞ったお話とします、まあ、つまりですね円周率 π に関する公式を生み出す AI なんだと思ってお話を聞いてください。ではまずですね、実際にラマヌジャンマシンが発見した円周率 π についての式をご覧ください。もうなんじゃこれという感じだと思いますけれども、ただいずれも似通った式でして、まず左辺には π が含まれていますよね。そして右辺、これ気持ち悪い分数がありますけれども、これ連分数と言いまして、分数にさらに分数が組み込まれて、さらに分数が組み込まれてというような数字になっています。でこれを計算すると左辺の π が求められますよという意味になっています。でまずここが一つポイントなんですけれども、ラマヌジャンマシンは闇雲に π の式をこう見つけ出していくというわけではなく、ある程度型をこう決めているんですね。具体的にはこういうことです。左辺は π に関する、まあ、シンプルな分数の式で、右辺はさっき言った無限に続く連分数です。でこの A0 とか A1 とか B1 とか B2 とかっていうなんか文字がありますけれども、ここに何らかの数字が入るんですけれども、ここには適当な数字が入るわけではなく、このように赤の部分と青の部分でそれぞれ規則性のある数字を並べていくんですね。といってもいまいちわからないと思いますので、具体例を当てはめてみます。でこの左辺は見やすくすると、π-2 分の4を表しますね。分子の π のところは0がかかっているので π がきます。π-2 分の4です。そして右辺の赤の部分は、これ規則性割とわかりやすいですね。2ずつ増えていってるという規則です。そんな数字をバン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 並べていく。で青の方ちょっと規則性分かりづらいんですけれども、最初5を増えて次7増えて、その次9増えていると。でこの579に注目するとその差は2で一定になってますね、まあ、というような規則で青のところにどんどん数字を並べていくと、こうやって右辺を計算していくと左辺にある π を求められると、これ AI が導き出した式なんですね。でこれ左辺と右辺本当に同じ値になるんですかとちょっと気になりますよね。というわけで Excel を使って軽く確かめてみました。左辺はこうなります。 3.5038…。 でもちろん π は本来は小数点が無限に続く値なんで、これは大体の値です。そして右辺、こちらももちろん無限に続く分数は計算できませんので大体の値しか求められませんが、結果はこのように左辺と一致しましたね。AI を使ったラマヌジャンマシン恐るべしといった感じですね。では今日の最後のお話です。今見た具体例のような π に関する式を AI がどのようにして導いたのかという話です。実はですねこれ意外とシンプルなんです。これですね、左辺と右辺で取り得るパターンを列挙して一致するものを探すという分かりやすい戦略になっています。つまりですね、まず左辺の丸や三角のところにいろんな値を入れていって、左辺のパターンをこんな感じで列挙していきます。同じく右辺についても
赤と青の部分にいろんな規則性を持たせてパターンをバーッと列挙していきます。すると、あれ、ここに似たような数字があるぞと、ということはこれらは一致するんじゃないかというような手順になります。もちろんこのラマヌジャンマシンはですね、膨大なパターンを調べることになるので、処理量を減らすための工夫ってのも、他になされてるんですけれども、基本的な戦略は今言ったようにですね、パターンを列挙して一致するものを探すというもので、このようにして AI が演習率 π に関する式を次々と生み出していくという仕組みなんですね。ただ注意しなきゃいけないのはですね、 AI が生み出す式は成り立つだろうという予測に過ぎないということです。公式や定理とはまだ言えないということですね。さっきの例で言うと 3.5038 くらいまでは一致するということは分かったけど、無限に続く小数部分まで一致するとは言えないんですよね。つまりこの式が本当に成り立つかどうかはですね、数学者が人力で証明する必要があるということなんですね。で、実際こちらが AI が予想して数学者によって証明もされた公式になります。AI がどんどん数式を生み出していって、その後数学者が証明していくといった流れ、この流れもですね、ラマヌジャン本人と今回の AI なんか似てますよね。というようにですね、画期的な数式を生み出す AI ラマヌジャンマシンについて紹介してきました。ただですね、ラマヌジャンご本人は実にいろんなタイプの公式や定理を世に生み出してきましたけれども、今回の AI ができるのは演習率 π などの数学定数に関する定理だけで、しかもですね、分数が連なった連分数の形のものしか対応できていません。それにですね、冒頭にも紹介したこちらの公式のような、これ、ラマヌジャンが発見した公式ですけれども、この摩訶不思議感というかですね、この公式の神々しさという意味ではまだまだ本人には及ばないなっていう気がしますよね。ただですね、今回の研究成果によって、我々人類はあのラマヌジャンにようやく一歩近づくことができたと言えるんじゃないでしょうか。研究チームは今回と同様の発想によって、将来的には数学のあらゆる分野を研究する際に有意義なツールがもたらされるだろうとコメントしています。以上、理系通信でした。皆さん、こちらの赤い物体なんだか分かりますでしょうか。こちらですね、牛肉なんですけれども、ただの肉ではありません。これですね、この研究室で育った培養肉と呼ばれる次世代の肉なんです。今回はフードテックの最前線、培養肉についてお伝えします。キーパーソンはこの人、東京大学生産技術研究所の竹内教授です。本当にリアルなお肉っていうのを作っていきたいというふうに思ってます。世界でじわりと普及が進む人工肉は、植物由来の代替肉と動物の細胞を研究室で増殖して作る培養肉の2つに分けられますが、いずれもミンチ状の肉です。最終的にはこの塊肉を食べたいというニーズが出てくると思うんですね。僕らはですね、いかにしてそのミンチ肉ではなくて塊肉を作っていくかというところに今チャレンジしているという状況です。竹内教授が目指すのは厚みのある培養ステーキ肉、世界でも異例の挑戦です。その培養ステーキ肉はどうやって作るのか、工程の一部を見せてもらいました。こちらはシリコンでできた型です。細いスリットが入っているのがポイントになります。そしてその型から取り出されたのが薄いシート状の筋肉の細胞です。スリットによって筋肉の繊維の方向がきれいに揃っているといいます。これを一枚一枚重ねていきます。なったかな。そして1週間から2週間培養していくと、厚さ1センチで本物の筋肉の構造に近い培養ステーキ肉が出来上がるといいます。この作業を進めるこちらの古橋さん、所属は日清食品の健康科学研究部というところです。竹内研究室がタッグを組むのは日清食品グループ。2017年から共同研究を続けています。
日清側としては培養肉っていうところで食品の美味しいものを作るだとか、まあ、安全な食品を作るっていうところはすごい多くノウハウを持っているので、おそらく東大にはないところっていうので両方が組めばよりリアルな菌組織であってかつ美味しい安全な培養肉が作れるんじゃないか。こうした中、竹内教授や古橋さんらによる最新の研究成果が国際的な学術誌サイエンスオブフードに掲載されました。培養ステーキ肉の食感をより本物に近づけることに成功したといいます。噛み応えみたいなものをあの装置で見てみると4日間培養した時のその力、噛み応えの力っていうのはこのくらいで、14日間培養するとこのくらいで、一方スーパーであの購入したお肉っていうのはこのくらいのその、まあ、力があの必要だったというようなことが分かってきて、まあ培養すればするほどだんだん近づいてきたっていうことがあの分かるというふうに思います。食感を高められた秘訣の一つは電気刺激。これがですね、電気刺激を与えたときにあの筋肉が実際に収縮している様子です。こういうふうにしてこう培養することによって筋繊維が右と左にこうしっかり揃ってくると。筋トレっていうのが培養肉作りにあのとても重要だっていうことが分かってきたと。培養肉の筋肉を効率的にトレーニングする電気刺激の条件を見出したといいます。こうした培養肉は2040年には食肉市場のおよそ 35%、 60兆円規模に成長するとの見通しもあり、世界で研究開発が激化しています。今はだいたい1センチ、ざっくり言ったら1センチ角ぐらいなんですね。でそれを5年後にはだいたい100グラムぐらいのステーキにしていきたい。目下の課題はいかに塊肉を大きくして、そして本物に近づけるか。これを突き詰めて世界の研究開発競争をリードしたいと言います。いかに本物のお肉に近づけるか、いかに美味しいお肉を作れるか。で僕らはですね、本物の肉に近いあのお肉を作るやり方に関して、そこでですね、なんとかこう一歩リードしたあの技術開発をしていきたいなと。研究室で育った培養肉ステーキが食卓に並ぶ日がいつか訪れるかもしれません。今回のテーマはすごい電池です。電気自動車に搭載すれば1回の充電で400キロ走れ、そして急速充電10分が可能で、そして燃えにくくて安全、そしてコストも安いなどとする電池を開発したとアメリカのペンシルベニア州立大学の研究チームが発表しました。その論文がこちらになります。この最新論文の内容について詳しくお伝えします。このコーナーではすでにですね、リチウム空気電池や東芝の水系電池といった次世代の、まあ、未来の電池について紹介してきましたけれども、今日の電池は LFP 電池という電池になります。でこの LFP という言葉、もしかしたら最近ニュースで聞いたことあるかもしれません。 IT の巨人アップルが電気自動車産業に参入するかもしれないというニュースがありますが、一部では独自に開発した LFP 電池の搭載を検討しているなどとも報じられています。まあ、これはあくまでも噂です。でこうした LFP 電池ですが、実はですね、未来の電池ではなく前々からある電池なんですね。で今回の研究の内容はその LFP 電池をさらに進化させたという内容になってきます。というわけでまずはこの LFP 電池って何なのかということについて説明していきます。一言で言うとですね、リチウムイオン電池の一種になってきます。よくニュースでですね、スマホ用の電池とか電気自動車用の電池としてリチウムイオン電池という言葉聞くと思いますけれども、まあ、リチウムイオン電池にもですね、いろんな種類がありまして、代表的なものがこちらです。まあ、なんやこれという感じだと思いますけれども、これ電池の正極にですね、どんな材料が使われているかというのを表しているんですね。電池には正極と負極ありますけれども、その正極の材料です。はい、で NMC はニッケルマンガンコバルト、 NCA はニッケルコバルトアルミ、そして今回のテーマの LFP はリチウム、そして FE で表される鉄、 P で表されるリンが使われている、まあ、そんな意味になってきます。でこの LFP 電池の特徴はこれ何なのかというとですね、まずメリットとしては安全であるということなんですね。
スマホとか電気自動車用の電池から火が出た、爆発したなんてニュースたまに聞くと思いますけれども、 LFP 電池についてはですね、火災のリスクが低く安全なんですね。ですね、 LFP の内部でリンが、物が燃えるのに必要な酸素とこうがっちりとこう結合しまして、酸素を放出しないということで燃えにくいそうです。で、そしてもう一つのメリットはですね、これ安いということなんですね。逆に言うと、先ほど紹介した他のタイプの電池である NMC と NCA が高いということなんですけれども、これなんで高いかというと、 C で表されたコバルトが、これレアメタルなんですけれども、これが高いんですね。で、 LFP はコバルトを含まないということで安いということです。で、ちなみにこのコバルトはですね、こう価格以外にも問題がありまして、コバルトの主な産出国はコンゴ民主共和国という国なんですが、そこでコバルトの採掘に小さい子どもが動員されているんじゃないかと指摘されたりしているんです。そういうこともあって電池協会ではコバルトフリー、コバルトをできるだけ使わないようにしようというトレンドがあるんですね。実際 NMC、NCA、これコバルトが使われているんですが、その主要なメーカーであるパナソニックや韓国の LG 化学もですね、コバルトの使用量を減らそうという動きに出ているんです。そんな中ですね、 LFP、 これもともとコバルトフリーじゃないかということで注目を集めているということなんです。といったようにですね、 LFP 電池は安くて安全という大きなメリットがあるんですが、一方で大きなデメリットがありまして、それはエネルギー密度が低いということなんです。エネルギー密度というのはですね、一定の大きさの電池にどれだけのエネルギーを溜め込めるかという値でして、もちろんこれは電気自動車でいうと航続距離に直結してくる重要な値になっています。で、車というのはもちろん電池を置けるスペースが限られてくるんで、エネルギー密度が高い電池が求められるわけですね。というわけでですね、 LFP 電池はエネルギー密度の問題で、安くて安全という大きなメリットがあるんだけれども、電気自動車にあまり採用されてこなかったということなんです。ただですね、ここ最近 LFP の最大のネック、エネルギー密度の問題が解決されつつあるんです。それがこちらです。これは電池を車にどういうふうに詰め込んでいるかというのを表したもので、上が従来型で、下がセル2パックという新技術を使っているものです。まず上なんですが、セルと呼ばれる一つの電池、つまり乾電池のようなものですけれども、そのセルを寄せ集めてモジュールという単位を作ります。で、さらにそのモジュールを寄せ集めて最終的にパックという形で自動車に搭載されています。一方、下のセル2パックの方法ではモジュールという単位をすっ飛ばしてセルをそのままパックに詰め込んでいます。そうすると、上のパックと下のパックを見比べて分かる通り、下の方が電池、つまりセルですね、ぴっちりと詰め込まれていますね。ちなみに上のパックの余白のところには、バッテリーの管理システムとかいろんな部品が入っているんですけれども、下の方はそういったものを省くことに成功しているってわけです。つまりですね、 LFP 電池そのもの、セルそのもののエネルギー密度の問題が解決されたってわけではないんですけれども、その詰め込み方を工夫して最終的に車に乗るパックという形ではエネルギー密度の問題を解決した、エネルギー密度を高められたということなんですね。そしてその新技術を使った LFP 電池を搭載した電気自動車はすでに市販されていまして、その一例は中国の BYD が展開しているハンという車です。このハンが搭載している LFP 電池のエネルギー密度、驚きの値です。これを見てください。赤い星で表されているのがハンの電池です。横軸がセル単位でのエネルギー密度、縦軸がパック単位でのエネルギー密度を表していて、さっきも言ったようにですね、最終的にはセルを寄せ集めたパック単位でのエネルギー密度が重要なんですけれども、ご覧の通りハンの電池はパックレベルではエネルギー密度が一番高いですね。テスラのモデル3ロングレンジ、ここにありますけれども、パナソニックの NCA 電池を搭載しているんですが、セルレベルではこんなにエネルギー密度高いですけれども、パックレベルではハンの電池よりも劣るということですね。ここまで長くなりましたが、 LFP 電池って何なのか、そして LFP 電池の現状についてお伝えしました。で、ここからようやく論文で発表された LFP 電池のさらなる進化系についてお伝えします。どう進化したかというのはですね、論文に載っているこの図を見れば一目瞭然です。灰色が NMC 電池、青色が BYD のハンが使っているようなセル2パック技術を使った LFP 電池、そして赤が研究チームが開発した LFP 電池です。これ赤はもうほぼパーフェクト、コーンフレークの栄養表示みたいな、もうパーフェクトのグラフになっていますね。で、これ安全性やコスト、
エネルギー密度が高いだけではなく、まあ、特に目を引くのが右下のローテンパーチャーと書かれていますけれども、これ寒さに強いということですね。電池は寒いと性能がぐっと落ちるっていうのは経験があると思います。スマホもですね、寒い冬だとバッテリーの減り早いなってことありますよね。ただですね、一方この電池では寒くても充電速度や最大出力が大きく減らないという結果になっていますね。ではですね、今回研究チームが開発した電池はどうやって高いパフォーマンスを達成しているかというとですね、電池をウォーミングアップさせているというのがポイントです。つまりですね、事前に電池を温めているんです。研究チームはですね、ヒーターとして機能する薄いニッケル箔を電池内部に組み込んだ自己発熱型の電池を開発して、電池を60度に保つようにしました。まあ、これによってですね、全天候型の電池を実現したということなんです。そのパフォーマンスの一例がこちらです。横軸が外気温で、縦軸がそれぞれの電池を搭載した電気自動車の航続距離です。ご覧の通り、灰色の NMC、青色の通常の LFP 電池は氷点下になると航続距離がガクッと下がっていますが、赤色の今回開発した、まあ、事前に60度に加熱する LFP 電池では氷点下でも十分な航続距離をキープできていますね。ちなみにこれは 40kW 時の電池を積んだ時の航続距離で、まあ、仮に 55kW 時の電池を積めば 400km 走れるということです。もう一つ見ておきましょう。これも横軸は外気温で、縦軸は電池が空の状態から 80% の状態まで急速充電するのにどれだけ時間がかかるかを表しています。赤色の新開発の LFP 電池に注目してください。充電時間たった10分というのを外気温に関係なく発揮できていますね。そして実用面で気になるのが、果たして加熱するのに何分かかるのかということですよね。論文によりますと、電池の温度を1度上げるのに1秒しかかからないということです。つまり仮に気温がマイナス30度の極寒でも90秒で電池が60度に温まり走り出すことができるということです。まあ、これはかなり許容範囲っていうイメージですよね。そしてもう一つ気になるのは電池の寿命です。充電放電を繰り返していってトータルで何万キロ走れるのかという電池の寿命ですね。これ一般に電池を購入しちゃうと縮んじゃうんですけれども、今回の電池寿命が逆に大きく伸びる可能性があると研究チームは主張しているんです。なんとですね、200万マイルおよそ320万キロ走った後も電池の容量 70% を維持するということなんです。電池自動車業界ではですね、寿命100万マイルというのが一つの今後の目標として挙げられるんですけれども、なんとその2倍の寿命を達成すると言ってるんですね。これどういう理由で高温なのに逆に寿命が伸びるのかというとですね、ちょっとここ込み入った話になるので結果だけお伝えしますと、高温だからこそ負極に大きな粒子の黒鉛を使用でき、劣化の原因となる物質の生成を抑えられるというメカニズムだということです。まあ、ここについてはですね、実際に200万マイル走ると検証したわけではなく、計算上そうなるという話なので信憑性に疑問符はつきますけれども、まあ、そういったポテンシャルがあるということですね。はい、というようにですね、これ事前に電池をウォーミングアップする LFP 電池の驚きの性能についてお伝えしてきました。研究チームはですね、論文の締めとして、私たちの LFP 電池は EV 電気自動車に求められる主要な条件をすべて満たすことができると述べていて、実用化に期待がかかります。というわけでですね、一番気になる実用化について研究者の一人に直接メールで聞いてみました。研究チームの一人ワンさんによりますと、私たちの電池は量産の準備ができています。日本の自動車メーカーまたは電池メーカーと協力してこの技術を市場に出していきたいと述べていまして、日本企業とのコラボにも期待しているということです。全固体電池やリチウム空気電池といった全く新しいタイプの次世代電池も、まあ、気になりますけれども、こうしたですね、既存の電池をどこまで進化させられるかという技術開発も注目ですね。今日お伝えするのは競技プログラミングです。プログラミング自分に関係ないから動画見んのやめよって、まあ、皆さん思うと思うんですけれども、実はですね、競技プログラミングというのは初心者でも十分に楽しめるものだと言うんですね。もしかしたら未経験者のあなたも明日にはプログラミングハマってるかもしれません。そしてですね、そんな競技プログラミング企業も熱い視線を送っているんです。
すみません、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。こちらの男性がその競技プログラミングのサイトを運営する高橋社長です。この T シャツの絵からすでにただの社長ではないなという感じが漂ってますけれども、高橋社長は数々のプログラミングコンテストで優勝とか準優勝とかを収めてきたトップクラスの競技プログラマーです。ちなみに高橋社長、最近ツイッターで人気の育成シミュレーションゲーム馬娘の育成理論を公開して話題になっている方です。その理論には競技プログラミングで培ったスキルが生かされているそうです。そんな高橋さんが2012年に立ち上げたのが競技プログラミングサイトアットコーダーです。毎週末オンラインで開催するコンテストにはおよそ1万人が参加、その半数は海外からの参加者だという世界的な競技プログラミングサイトです。競技プログラミングはプログラミングを学ぶ上で実はハードルはすっごい低いものだったりしますし、そこから極めていくとどんどんレベルの高い問題にチャレンジしていけるので、自分にちょうどいいところで考えられるように設計されている。本当に初心者が参加できるほどハードルが低いのかと疑問に思うと思いますので、実際にド素人の私がコンテストに参加してみました。私ですね、ちょうど1ヶ月ほど前に Python というプログラミング言語に初めて触れまして、そしてこの取材に向けてアットコーダーの過去問を使って練習してきましたので、ちょうどいい実験台だと思います。そして高橋社長にも満を持して参加していただきました。もちろんですね、この後私は高橋社長にボロ負けするわけですけれども、素人がどこまでいけるのか、そして実際どんな問題が出るのかというのをお伝えしていきます。挑戦しているのは初心者向けのアットコーダービギナーコンテスト。制限時間100分で A から F の6つの問題が与えられ、その正解数と解く速さを競います。ちょっと引かします。はい、問題提出します。早い。開始わずか4分で2問正解した高橋社長、ちょっと待ってくださいね。一方の私は最も簡単な A 問題で苦戦中です。そしてその A 問題はこちらです。ちょっと読解が面倒なんですが、アイスを正しく分類してくださいという問題です。で、正しく読解するとこうなります。緑で表された無脂乳固形分が A% 含まれていて、青で表された乳脂肪分が B% 含まれているようなアイスは1から4のどのカテゴリーに分類されますかというような問題です。で、この問題では A と B にはもちろん様々な値のパターンがありますが、どんな値が入力されても正しくこれは1のカテゴリーです、これは2のカテゴリーですというふうに出力せよと問われています。ではこれを実現するコードはどんなものかと言いますと、こんな感じで数行で書けちゃいます。ポイントはたった一つで if や else で書かれた条件分岐です。つまりですね、もしこの場合だったらこうします、そしてそれ以外でもしこの条件に該当するならこうしますといった構造のことです。で、この条件分岐はプログラミングの基本中の基本なので、この問題は、プログラミングを始めて1時間くらいの初心者でも解けてもおかしくない問題です。そんな簡単な問題なんですが、読解力のなさが露呈しまして、私は8分もかかってしまいました。来ましたよ。B いきます、B いきます。ちなみにアットコーダーは、コードを提出する際に言語を選択できますので、自分の好きな言語で挑戦できます。よし、いいかします。5問目です。次々と正解していく高橋社長、このビギナーコンテストレベルだと問題文を読み終えた瞬間に解き方がわかるそうです。ちなみに高橋社長がプログラミングを始めたきっかけは野球をしていたが肘を壊してしまったからだそうです。肘を壊していなかったらこのアットコーダーは誕生していなかったかもしれません。結局高橋社長はわずか40分で全問正解、これでも調子はだいぶ悪かったそうです。一方の私は2問目がようやく解けたところです。自分で拍手しちゃった。続いての C 問題はこちら。問題文に数学記号があってギョッとするかもしれませんが、その知識はなくても解けます。
例を使ってどんな問題か説明しますと、例えば1367という4つの数字があったとします。でこの時例えば1と3という2つの数字を取ってきてその差を2乗します。また1、6という2つの数字を取ってきて差を2乗、1、7を取ってきて差を2乗というのを全パターン考えてそれを足し合わせた値を求めてくださいという問題です。でこの問題を解くポイントは繰り返し処理です。まあ、この絵にある6つの矢印の処理っていうのは、まあ、同じようなことを何度も繰り返してますよね。でそれをプログラミングでどう実現するかといいますと、ここにある for や while などを使います。この繰り返し処理もプログラミングの超基本です。しかし、いやどうしても二重ループになるな。私がこれ何を悩んでいるかというとですね、この問題の設定では繰り返し処理の回数が最大で30万通りあるんです。でここで問題なのはこの for で書かれた繰り返し処理が二重になってますよね。つまり30万通りの各々に対して30万通りを考える、すなわち掛け算して900億通りの繰り返し処理をしなくてはいけないと、まあ、そんなコードになっちゃっているんです。これは実質的にコンピューターで処理不可能です。というようにですね、アットコーダーでは愚直にやると計算しきれないものをいかに工夫して高速で処理するコードを書けるかというのも重要なスキルになってきます。よっしゃ、うおー、滑り込み3問きた。なんとかギリギリ二重の繰り返し処理を回避する方法を思いついて正解。しかしここでタイムアップです。終わりました。もっと早く解けたなっていう気もしますけれども、本当1ヶ月前私本当1行もコード書けなかったんで、まあ、それを考えると、まあ、なかなかよくできたんじゃないかと。アットコーダーは一種のゲームのようなものですが、高橋社長はこうした競技プログラミングはプログラミングのスキルを身につける上で最適だと話します。プログラミングを学ばないといけないって思って学んでる人ってほぼほぼ続かないんですよ。なんでかっていうと、プログラミングは通常は目的ではなく手段なんですね。何かを作るためにプログラミングをやるんですね。なので何かというのが漠然としたままプログラミングを学習しようとしても入門書を読むだけで終わってしまう。アットコーダーはそこに目的を与えてあげるという意味があります。その問題というのが常に提供されて、目的がどんどん与えられるからその手段の方がどんどん洗練されていって、プログラミングでできることっていうのが分かっていく。そんなアットコーダーに企業も注目しています。アットコーダーに集う優秀な人材を獲得する狙いで、時折パナソニックやキーエンス、ソンポホールディングスなど名だたる企業がアットコーダー上でコンテストを主催していて賞金も出されます。そんな主催企業の一つに鹿島建設の名前が。建設業界の鹿島建設がなぜアットコーダーに注目するのでしょうか。建設業界の問題としてですね、高齢化と作業者不足っていうのが大きな問題になっています。危険な、いわゆる 3K の職場だと言われてきました。それであまり人を費やさずに安全に施工するっていうことがですね、まあ、そのさっき言ったもいろいろな問題の解決の一つになるだろうと。というような課題を IT で解決するために、鹿島建設では土木をコードで書き換えろというビジョンを掲げて、まあ、こんなかっこいい動画も作って IT 人材を獲得しようとしてきたとのことですが、そもそも IT 人材は、まあ、あまり建設業界のホームページを見ないので、なかなかメッセージが届かなかったとのことです。まあ、そうした中、アットコーダーでコンテストを開いたことで数多く問い合わせを受けて、まあ、実際に選考段階に入った人もいるとのことです。今までは、まあ、作業員さんのノウハウでやってたことを、まあ、紐解いてですね、まあ、8割ぐらいは誰でもできるようなその方向になっていくと思いますので、そういう意味で、まあ、建設会社ですが、アットコーダーさんみたいなその IT 人材というのが不可欠だろうと。高橋社長はアットコーダーで身につくアルゴリズム構築能力が今後の IT 人材に求められるスキルだと言います。
そのウェブサイトとかゴリゴリの IT エンジニアさんって実はそういうやり方をどれだけ知ってますかっていうのが大切なんですけど、そういう鹿島建設さんみたいなのはまだ誰もやったことないところを開拓していくって人になるので、一から構築していく、開拓していく力が必要になっていくわけです。アットコーダの基礎体力の部分とマッチするということで、そこに需要がある。遊びの場であり、また高度な IT 人材を生み出す場でもあるアットコーダ。高橋社長が描く将来像とは。点数化できるものなら楽しいコンテストを提供して、まず娯楽サイトとしてそこらのゲームよりも人がたくさん参加するようにしたいっていう風な願望がまずあります。でその上でアットコーダーみたいな娯楽を使ってプログラミングを学んでアルゴリズムの理解の深いすごい強い状況IT エンジニアが増えていくっていうのはかなり日本の IT を強くする上で貢献できるところだと思ってるんで、日本の IT を変えていきたいなと思っております。今回お伝えするテーマは半導体です。先日ですね、こちらのダイヤモンド半導体に関する短いニュースをお伝えしまして、なかなかの注目を集めました。それとともに疑問というかさまざまな質問も寄せられましたので、今日はそれに答える形でこのダイヤモンド半導体について詳しくお伝えしたいと思います。でまずはそのニュースの概要を改めてですけれども、佐賀大学とアダム&ナミキ精密宝石の研究チームは人工ダイヤモンドを用いた次世代パワー半導体の作成に成功したと発表しました。でダイヤモンドを使うと理論上はとんでもない性能が期待されるというのは昔から知られていたんですけれども、実際にはいろんな課題があって実用化はされてこなかったんですね。こうした中、研究チームはそうした課題を克服して実用レベルのダイヤモンド半導体の作成に成功したということです。でそもそもパワー半導体って何という質問なんですけれども、このパワーという言葉の意味なんですが、これは力ではなく電力という意味なんですね。というわけでパワー半導体っていうのはですね、電力を制御する半導体になります。でパワー半導体は身近なところにも使われていまして、例えばですね、こういった、スマホとかパソコンをですね充電するアダプタですね、こちらの中に入っています。家庭に届く電気というのは電圧がプラスとマイナスを行ったり来たりする交流電源ですけれども、スマホとかっていうのは基本的に電圧が一定の直流で動きますんで、そういった交流と直流の変換をしたりとか、あと電圧の値を下げたり上げたりというようなことをしていると、まさにそういった電力の制御が行われているんですけれども、そこでパワー半導体が活躍しているわけですね。というわけでですね、電気自動車とか電車とか大きな電力が使われているところには欠かせない半導体なんですね。では次、パワー半導体って日本企業強いのという質問なんですけれども、こちら2019年のパワー半導体の企業別のシェアを示す資料ですけれども、ドイツのインフィニオンという会社が圧倒的ですが、三菱電機や東芝など、日本企業がさまざまトップ10に入っていますね。で半導体全体でいうと日本企業が占めるシェアっていうのは今一桁台にまで低下していて、寂しい状況なんですけれども、パワー半導体の分野ではなかなかの存在感を発揮しているというような状況です。では今後もそれ安泰かというと、ちょっと気になるデータがこちらです。これはパワー半導体のうち車に搭載するもののシェアを表したものなんですけれども、こちらについては上位に日本企業の姿がありませんね。電気自動車の普及が進む中で車載のパワー半導体っていうのは市場の拡大が期待される分野なんですけれども、その成長市場で力を発揮できていないというのはちょっと気になるところですね。日本がやっぱり新しい技術を開発して、やはりもう新しい技術でこうシェアを奪っていかなければいけないっていう、そういう状況にあるかなというふうに。新たな技術でシェアを奪っていこうというのがですね、従来のシリコン製のものをダイヤに置き換えるという今回の技術になります。ただちなみにですね、シリコンとこのダイヤの間にもうすでに世に普及し始めている次世代のパワー半導体というものがありまして、それがですね SiC と書かれるシリコンカーバイド、そして GaN と書かれる窒化ガリウムのパワー半導体になります。シリコンカーバイドは実際に最新の新幹線 N700S に採用されていたり、またテスラの電気自動車モデル3にも採用されています。そしてですね、窒化ガリウムを採用したスマホの充電アダプタもこれ市場に出回り始めていまして、いずれもですね、より小型で、そしてより省エネというような特徴があるということなんですね。でそのさらなる強化版が今回のダイヤモンドになるということです。この表を見てください。バンドギャップだの何なのと難しい言葉がたくさんありますけれども、ともかくですね、シリコンの性能を1とした時の性能値を表しているんですけれども、いずれも黄色で書かれたダイヤモンドの欄、すごい値になってますね。つまりですね、より高い電圧、そしてより高い周波数でも動作して、なおかつ効率よく動作するといった意味になります。
例えばですね、これ下から4番目のバリが性能指数というところなんですけども、これ電力を変換する際の電力の損失、まあロスがどれだけ小さいかという値でして、まあ、ダイヤモンド、シリコンに比べてなんとロスが5万分の1という素晴らしい性能が期待されるわけなんですね。まあ、というようにですね、究極ともいえるパフォーマンスが期待されるダイヤモンド半導体について、今回いよいよ実用化へのめどがついたということなんですけれども、ここで次の質問、具体的にどんなブレイクスルーがあったのという点ですね。まあ、ここはあの短いニュースでですね、先日伝えた短いニュースでお伝えできなかったところなので、今回ポイントをお伝えしていきたいと思います。今回ですね、アドマンド並木側、そして佐賀大学側でそれぞれ一つずつですね、あのブレイクスルーがありました。まずはですね、アドマンド並木がどんなブレイクスルーをしたのかということなんですけれども、その前にアドマンド並木精密宝石って一体どんな会社なのかというところなんですが、皆さんですね、スマホで日々お世話になっているブルブルブルっと振動する、まあ、バイブレーションですね、これを実現する小型の振動モーターというのを世界で初めて開発したのはこちらの会社だそうなんですね。まあ、そういった小さな製品を作ったり、まあ、人工宝石の加工したりといったですね、精密技術が自慢の会社だということなんですね。で、そんなアドマンド並木によるブレイクスルーはですね、より大きなダイヤモンドウエハを作ることに成功したという点なんですね。あのそもそもウエハというのはですね、このバイデンさんが持っているような円盤状の基板でして、まあ、この上に回路のパターンを描いて半導体が出来上がるわけです。で、このウエハのですね、大きさが大きければ大きいほど、この1枚から作れる半導体の数が増えますんで、当然コストダウンにつながるわけですね。これまでのダイヤモンド製のウエハなんですけれども、4ミリ角の大きさが一般的だったんですけれども、まあ、これだと工業的にはお話にならないレベルなんですね。で、こうした中、アドマンド並木はですね、直径1インチ、つまり25ミリのウエハの作成に成功したということなんですね。じゃあどうやったのかということなんですけれども、サファイアの下地の上にダイヤモンドを成長させた、そんな手法を取ったんですね。まあ、あのこの時点ですでにですね、素人からすると理解不能なレベルなんですけれども、まあ、ダイヤの下地の上にダイヤを成長させようとしてもなかなか大きくならなかったと。というわけでサファイアという別の物質を下地としたということなんですね。で、ただ大きな問題がありまして、それはですね、割れちゃうという問題なんですね。あのそもそも人工ダイヤモンドってどうやって作るかというと、当然こんなですね、あの室温環境で作れるはずもなくですね、高温高圧の環境で作るわけなんですね。まあ、温度でいうと大体もう1000度とか超えてくるということなんですね。で、そこから室温まで冷やしていくんですけれども、冷やすと物体っていうのは縮みますよね。で、サファイアとダイヤ違う物質なので、この縮む速度が違うんですね。そうするとどうなるかというと、早く縮んだサファイアに引っ張られてパリンと割れちゃうということなんですね。じゃあこれをどうやって防ぐかと、まあ、すごいのはここからでして、決め手はこちらの写真です。マイクロニードルと呼んでいるダイヤモンドのこのトゲトゲです。アダマンド並木はですね、サファイアの上にまずダイヤモンドのトゲトゲを作って、その上にダイヤモンドのウエハを成長させるという方法を取ったんですね。するとどうなるか、高温から冷やすときにサファイアが先に縮んじゃうんですけれども、その歪みによってこのトゲトゲが割れるんですね。つまりトゲトゲが力を吸収してくれて、その上に成長したダイヤの平らなものはですね、無傷に残るというような仕組みなんです。いや、もうこんなのよう考えたなというような感じなんですけれども、これによって大きなダイヤモンドのウエハを作ることに成功したということなんです。これがですね、アドマンド並木側のブレイクスルーになります。ちなみにですね、最終的な半導体割れちゃってないという質問がありました。確かにこちら割れちゃってますよね。あのもちろんアダマンド並木から佐賀大学にこう届いた時には割れてなかったということなんですけれども、実験の過程でこう割れちゃったということなんですね。まあ、なんせこれほど大きなダイヤモンドウェハというのは初めてなので、まあ、どういった条件でこう実験したらいいかというのもあの手探りの状況だったということなので、まあ、今後はそういった最適な実験状況というのを見出すというのはまあ課題だということです。一方、お次は佐賀大学のブレイクスルーについてです。それはこちらの図を見てください。まあ、要はですね、半導体が動作する新しい原理を発見したということです。ダイヤモンド半導体は究極の性質を持つと言われてきた中で、まあ、実際には右側の従来の構造だと実現を阻む大きな課題があったんですね。それが流せる電流が極端に低いということと、劣化が早いという点なんですね。で、今回研究チームはまずこの課題を生む原因を特定したんですね。で、まあ、ポイントだけお伝えしますと、この H で書かれたもの、まあ、これによって電流が流れると思ってください。で、この電流の元はですね、この黄色い層から供給されるという仕組みなんですね。つまり黄色い層のおかげで電流が流れるんですけれども、まあ、一方で流れる速さを遅くするという作用もしてしまっているということが分かったんですね。
まあ、つまりですね、黄色い層がこう走れと言ってるのに、まあ、ちょっと待ってちょっと待ってみたいなことをやってしまっていると、これを電気的な作用でしてしまっているということが分かったということなんですね。でこれが流れる電流が低い原因だと突き止めたんです。そしてもう一つ、黄色い層に酸素が含まれていて、また水色の層に水素が含まれていて、これが化学反応するとご存知の通り水になるんですね。でこれが急激な劣化の原因だと分かったということです。じゃあどうしたらいいんだということなんですけれども、まあ、黄色い層と水色の層が隣り合ってるから、まあこんなことが起きちゃうと。だからじゃあ話そうかと。いやでも黄色い層からの物質供給があるから電気が流れてくれるんだし、そんなことしたらダメかと。いやでも一応やってみるかと。でやってみたらうまいこと言ったそうです。で左側がですね、新たな動作原理の方法で、黄色い層をちょっとだけ、具体的にはたったの8ナノメートル上に持ってきたところ、課題をクリアして大きな電流が流れて劣化もなくなったということなんですね。これがですね、佐賀大学のブレイクスルーになります。でこの図がですね、実験で得られた実測時で1平方センチメートルあたり179メガワットという出力電力を達成していまして、まあ、先日の短いニュースでもお伝えしましたけれども、これは直径1インチのダイヤモンド半導体1個半で30万世帯の佐賀県の一般家庭が使う電力を制御するレベルだとしています。でこの図を見て、窒化ガリウムの方がすごくねという質問がありました。で確かに現状ですね、実測値としては窒化ガリウムの方が電力密度上回っています。ただですね、先ほどの179の上に345という値がありますけれども、この値もですね、すでにダイヤモンドで佐賀大学計測しているということで、今週か来週発表する論文にはその値で発表するということで、今もう急速に伸びているんですね。で加数教授によりますとですね、まあ、いろんな周辺技術を活用していけば、まあ、窒化ガリウムを超える2000とか3000とか、そういうレベルも期待できるということです。はい、ここまでですね、ダイヤモンド半導体の新技術について詳しくお伝えしてきましたけれども、ここでですね、そんな技術公開して大丈夫という質問です。こういった技術開発のニュースをする際にですね、テレ東さん技術がパクられるんで報じない方がいいんじゃないですかというコメントをよくいただくんですけれども、すでに論文で公開されている情報しかお伝えしておりません。で何かの秘密の情報をばらしているわけではありません。で今回で言うとですね、佐賀大学の新たな半導体の動作原理というのは特許出願中ということですし、あとですね、アドマンの並木のマイクロニードル技術は国際特許取得済みということなので、ご安心ください。もともと持っていたやはりサファイア基板というのがありまして、その上に育成してます。そして研磨する技術というのも当社で非常に優れた技術があるので、これが合わさってる、同じところにあるということが他とは違うと思っております。まあ、真似しようと思ってもできないと思いますけどねみたいな感じでおっしゃっていました。で今後の動きについて気になるのはですね、実現に向けて日本企業との、日本メーカーとの連携はどうなってますかという点です。すでにもうそういう話はいろんな企業さんとさせていただいてますけれども、ただ大きな参加っていうところはまだ一社もありませんので、今、まあ、そういう意味ではもうまさに募集中と。アメリカとか中国がすでにこの技術に非常に興味を持っておりまして、まあ、彼らもやろうとしている研究のスピードを加速してですね、もう5年以内に実用化まで持っていかなければいけないというふうに考えております。まあ当然実現に向けてですね、さまざまな課題を克服していかなきゃいけないということで、そんな中5年先に向けて投資をするという体力がなかなか日本企業にないのが実情のようです。一方で海外からですね、その技術売ってくれないかといったメールが来たりするということで、かなり関心が高いようでして、加数教授はですね、5年以内に実用化したいではなく、5年以内に実用化しなければならないと、さもなければ海外に負けてしまうという、そんな危機感を示されていました。まあ、今後どういった企業と連携していくか注目したいところですね。で今後乗り越えるべき課題なんですけれども、やはり皆さんが思い浮かべるのはコスト大丈夫なのという点ですよね。で確かに現状はですね、桁違いに高いそうです。ただですね、ダイヤモンド元素記号は C 炭素ですね。まあ、つまり原料自体はですね、炭なんですね。まあ、めちゃくちゃ安いんですね。じゃあ何が高いかというとですね、ダイヤ硬いんで、それを削る技術、研磨の方がすごく人手がかかって、コストがかかるということなんですね。まあ、ということですね、そういった研磨の方で、まあ、技術革新というのが必要になってくるという状況です。で、まあ、アドマンド並木の方はですね、もうすでにコスト削減にフォーカスしていて、いくつか案を検討しているそうです。まあ、とはいえですね、シリコン製に比べればダイヤ当然高いので、まずはですね、例えば 5G のさらに次の
6G の携帯基地局などですね、高電圧とか高周波数という、まあ、ダイヤモンドじゃないとできない領域に応用していって、そこから徐々に広げていくと。そして例えば自動車に応用していけば、まあ、ダイヤモンド先ほど言ったようにですね、エネルギー損失ほとんどないので、つまりは熱がほとんど発生しないことが期待されると。ということは現状ですね、冷やすために搭載しているラジエーターとか、それを省けるんじゃないかと、まあ、もっと小さくできるんじゃないかと。そうなれば、まあ、半導体単体では高いけれども、まあ、トータルで、まあ、ラジエーター省けば安くなるんじゃないかと、まあ、そういった可能性も視野に入れているということなんですね。そして最後のお話です。先ほど次世代パワー半導体材料の一つとして窒化ガリウムというのを紹介しましたけれども、窒化ガリウムといえば、まあ、日本人3人がノーベル賞を受賞したことが記憶に新しい青色 LED に使われている材料としても有名です。でノーベル賞受賞者の一人である赤崎さん、まあ、先日お亡くなりになりましたけれども、その赤崎さんから加数教授はですね、直接指導を受けたことがあるということで、まあ、その時のことを思い出しながら次のように述べています。赤崎先生 の、 お仕事を学生時代からずっと拝見してて、もちろんご存知のように、もう私が学生だった頃はもう青色 LED の窒化ガリウムっていうのがね、なんかもう、まあ、全然こう顧みられなくて、それである時から、2000年ぐらいからこう急に、こうでブレイクしたわけなんですけれども、やはりそういう新しい、技術、全く新しいブレイクスルーですよね。そういうのをやはり先生 の、 お仕事を見ながら、やはり日本でやらなければいけないという、そういう思いはずっと持ち続けてきました。そういう意味で諦めずにダイヤモンドを今まで続けてきたわけなんですけれども、もうこれが、まあ、どこも成功したいと思っておりますけれども、やはり日本から出た発明であり技術ですので、ぜひそのアメリカとか、まあ、他の海外に奪われずにですね、ぜひ日本の産業にして、やはり日本 の、 まあ、産業あるいは半導体産業をやはり元気にしたい、社会を元気にしたいというふうに思っております。果たしてこの技術がですね、今後花開くのかどうか、まあ、今後も注目していきたいところです。以上、理系通信でした。プログラミングあるんですよね。プログラミング。パソコンじゃないんですか。違うんですよね。これでできるんですか、コントローラーで。そうですね。とりあえずね、何も考えず、今ここにあるゲームをちょっとやってもらいたいんです。ゲームですか。ゲームやったらプログ…え、逃走中というタイトルのゲームです。あ、逃げて逃げて。最後の方までぜひちょっと行ってもらいたいので、行けるようになるはず。ちょっとだんだんパターンを掴んできました、うん、道自体は分かってきたんですけど、 OK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 、 いい感じ、いい感じ。ほんでまたハンター来た。あー、逃げろ逃げろ。でこっちですよね、こっちに逃げて、あ、そっちからボール来たけど、来たけど横に、そうそうそう、 OK。 このまま直進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 、あー、めちゃくちゃ増えてきた、なんかめっちゃ来た、なんかめっちゃ来た、なんかめっちゃ来た、曲がって、おー、行けるか行けるか。え、これこれ無理じゃないですか。いや、いけるんだけどね。行くことがあればいけるもんなんですか、うん、まあ、という感じでも、ちょっと今やってもらったゲームは、実はこの私が作ったゲームなんですよね、はい、これ作ったんですか。そう、え、うん、で作れるんですか、うん、そうそう。で、これがゲームの設計図。え、ちょっとまあスクロールいろいろしてもらって、まあ、ゲームってもちろんプログラミングで作られてるわけやけれども、はい、今回はその実際コードを書かずしてゲームを作ると、はい、そういうソフトなんですね、今やってもらってるのは。まあ、これによってゲームを作る過程で、まあ、プログラミングの考え方を学ぶことができると。コード書かなくていいんですか、プログラミングで。そう、へえ。というのを今日はちょっと片口さんにやってもらうと。え、私がゲームを作るんですか。そうですね。任天堂の開発、片内アナウンサーが挑戦するのは任天堂が発売したナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング。全く知識のない片内アナも挫折せずにプログラミングを学べるのか検証します。自分はね、以前の取材の関係でプログラミングかじっちゃってるんで、まあ、ど素人の片内さんにちょっとやってもらおうというのが今日の企画です。全くやったことないです、プログラミング。でもちょっと興味はあったんで、これまで興味はあった。はい、なぜ。え、それは
私がよく見てる YouTuber の人がプログラミング教室を経営しててその人、まこなりさんですその人が早いうちに身につけるべき武器はプログラミングだってしょっちゅう言ってるんですよ。しょっちゅう言ってるのに響かなかった。いや、やりたいやりたいと思いつつ、まあ、響かなかったということですねまあ今回任天堂側の作ったゲームなんですけれども、その任天堂開発者の人曰く、はい、絶対に挫折させないというのがまあコンセプトということなので、はい、まあ、まさにぴったりの。私でも挫折でせずにできますかね。じゃあ、まあ実際やってみましょう。ナビ付きレッスンとフリープログラミングの2つのコースがありますが、まずはナビ付きレッスンでプログラミングをゼロから学んでいきます。ジャンプ、あれ B ジャンプ、あれジャンプができなくて早速戸惑う片淵アナ。ジャンプできないです B を、あら、お困りです。はい、作りかけ。というわけでゲームの設計画面へ。そう、 B ボタンでとにかくジャンプできたらいいんですよね。このボタンモードの出力ポートと人モードのジャンプポート、あ、なるほど、このボタンを押したらジャンプになるっていうことをまずつなぐんですね。ゲームの設計画面ではノードンと呼ばれるさまざまなキャラクターが登場。ノードンはそれぞれ特有の機能を持っていて、それらをつなぐことでゲームを作り上げていきます。今回でいうと B ボタンを押したかどうかを検知するボタンノードンと、ゲームに人を登場させる人ノードンのジャンプポートを線でつなぐことで、これでもう飛べるんですか。B ボタンを押せばボタンノードンからシグナルが発信。そのシグナルを人ノードンのジャンプポートが受け取ることで人がジャンプするという仕組みですね。なるほど、なんか当たり前のように動かしてますけど、ゲームの時ってこんな一個一個プログラミングされてるんですね。早速具体的なゲーム作りに挑戦。コントローラーを傾けてボールを動かし、落とし穴を避けながらリンゴをゲットしていくゲームです。大きなポイントはここ、ゲームをクリアしたらクラッカーが鳴るようにするところです。これを実現するにはどういった仕組み作りが必要でしょうか。つまりやりたいことはリンゴを全部ゲットしたらクラッカーを鳴るようにするということ。さらに言い換えると、リンゴが壊れた数がもともとあった5に一致したらクラッカーを鳴るようにするということですね。というわけでリンゴが壊れた数と5という数字を比べるというステップが必要です。ここで活躍するのが比べるノードン。入力された2つの数を比べ、イコールや大なりなどの条件に合致すればシグナルを発信するというものです。というわけでリンゴが壊れた数をカウントするよう設定したノードンを比べるノードンにつなげ、また一定値5を出力するノードンも比べるノードンにつなげます。はあ、この2つがイコールになると、これによって比べるノードンはリンゴが壊れた数が5に一致したらシグナルを発信するようにプログラミングされました。よってこれをクラッカーを鳴らすノードンにつなげれば OK。よし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 、あ、これいけるんじゃないですか。頑張れ頑張れ、最後に綺麗に曲がれるか。よしよし、おー、いいな、 OK、 ゲームっぽい、すごい、自分で作ったのにゲームっぽい。自分の中1個と思ってたのが1個じゃなかったりしますもんね。いろんな組み合わせで1つの動作が初めてできているっていう感じ。というわけでここからが、まあ、今晩のフリープログラミングをやっていただくと、はい、何作ります。昔遊んでたような、なんか上から降ってくるものをそれを攻撃して壊しつつみたいな。なるほどなるほど。イメージとしてはこんな感じ。上から降ってくる球をどんどん撃ち落としていくゲームです。わあ、これ作れますかね。ゲームステージの構築と人をスティックで操作できるようにプログラミングするのはもはやお手の物。斧発射ノードン。
続いて物を発射ノードを用いれば弾を上から落下させることができます。これをコピーしたらいいですね。物発射ノードを複数コピーすると、うわー、うわー、これは難しい。ボールが一斉に落ちてきてしまって、これではゲームになりません。時間差で落ちてきてほしいんですけど、どうしたらいいのかな。つまりはボールが落ちてくるタイミングをランダムにすればいいですね。プログラミングにおいてランダムっていうのは乱数を振るっていうのがあって、はい、つまりここは少し難易度が高いので私ががっつり助け舟を出しました。つまり乱数がある一定値と一致したらボールを発射するというふうに考えます。ちょっと何を言ってるかわからないかと思いますが、ここで使うのはランダムノードン。ご覧の通り1から300の乱数、つまりランダムな数字を出力してくれます。これを比べるノードンにつなげ、また一定値100を出力する定数ノードンもつなぎます。乱数が100に一致するのはランダムなタイミングになるので、これによって比べるノードンはランダムなタイミングでシグナルを発信するようになりました。信号が出るようになった。はははは。でその信号を何が受け取ればいいかというと、結果ここが発射させる。来た。こういうことですか。来たか。このようにしてプログラミングしたランダム発射ノードンをコピーしていけば、うまくいってますように。手によう。あー、いい感じ、いい感じ。あ、これいい感じですね。いけるんだ。あ、いい感じですね、これは。この後もこれまでに学んだ知識を活用して、おーおー、いいぞ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 、人が弾を打ち返せるようにプログラミングできました。さらに落ちてくる弾を打ち落とし損ねた時に、おーおー、来た、来ましたね。すごい。このようにブーイングが鳴るようにもできました。来ましたね、これは。できたんじゃないでしょうか。いや、嬉しい。いやー、ちょっとゲームを作れたっていうこと自体がやっぱり嬉しいですね。自分でゲームが作れるんだっていうのと、最初は本当にちんぷんかんぷんでしたけど、やってるうちにこういう風な設定にしたいんだったら、まずこれをつないであれをつないでってこう順序立てて考えていくと意外と簡単な気がしました。素晴らしい。あとそれを考えていくのが楽しいですね。楽しい。ただまあ一方、まあ、ちょっとこの動画見てる人からすると、果たしてコード書かずにプログラミング能力つくのか子供騙しなんじゃないかと、まあ、思う人もいると思うので、世界的な競技プログラマーに果たして本当に能力つくのを聞いてきました。はい、コードをテキストで書くっていうのはプログラミングの本質ではないんですね。何が本質かっていうと、ロジックを記述して、その結局記述したものの通りに動くっていうのがプログラミングであって、まあ当然正しくその線とかつないでなかったら全然違う動きをしちゃうし、その通り動くっていうのはまさにプログラミングであるとは言えると思ってます。まあだからかなり実践的なものであると思ってます。これでじゃあバリバリプログラマーがたくさんできるかって言ったらちょっと分かんないんですけれども、まあ、プログラミングの触りとしてプログラミング嫌いにならないように入っていくっていうので、最初にこれやらせるっていうのはめちゃめちゃいいと思います。コードを書くっていうのはそのプログラミングの本質じゃないと、はい、まあ、まさに今やっていただいたものがプログラミングの本質だと。お、実際にプログラミングをするしないに関わらず、このゲームやってるだけでこう論理立てて物事を考えるみたいな能力もつきそうなので、そういった意味で汎用性ありそうですね。ちなみにこのゲームを作るゲームはすでに世界的に大流行しています。アメリカ発のオンラインゲームプラットフォームロブロックスは、任天堂のソフトと同様、ゲームを遊ぶだけではなく自ら作るのが特徴。さらに作ったゲームを売ることもできます。小学生を中心に人気が拡大し、1月あたりのゲーム利用者は今や1億5000万人にも上っているそうです。でまあ、任天堂の方にお話聞くと、ロブロックスを全然意識して作ったものではなく、比較はできないんですけれども、ただまあ世界的にはこうやってゲームをプログラミングで作って売るっていうのがかなり注目をされてるんで、まあ、今後この市場日本でも広がっていくかもしれないと、かなり注目の分野だということ。いやちょっとでも本当にプログラミングの最初の最初の部分だけでもちょっと垣間見えたんで、
これは楽しかったです。長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。一つゲームが出来上がりました。このゲームを作るゲームは今後多くの人が挫折するプログラミング学習を大きく変え、また大きな市場に成長するかもしれません。やった。久々の理系通信です。興味深い論文が今日公開されましたので速報でお伝えします。イギリスの AI 人工知能開発会社ディープマインドは AI の支援によって数学の新しい定理を発見することができたと発表しました。世界で最も権威のある学術誌ネイチャーに掲載されました。研究チームによりますと、この AI はこれまで複雑すぎて関連が見えなかった異なる数学的対象の間に潜むパターンや関係性を解析し、新たな発見をするために欠かせない直感を数学者に与えることができるということです。というような最新の研究成果についていくつか補足を加えていきたいと思います。まずなんとなくすごそうだなっていう今回の研究についてですね、一体どれほど本当にすごいのかということについて専門家に話を聞いてみました。今回AI によりまして、これまで想像つかなかった予想というものを出したものになるんですけれども、数学が次の時代ですとか、パラダイムに移行するような、そういう大きな発見も与えてくれる可能性があります。はい、ということで専門家もうなる研究成果だということです。で、今回研究チームが開発したのはこういったですね、 AI と数学者が協力し合って新しい定理を発見するフレームワークです。黒で囲まれたところが数学者が行うステップで、青で囲まれたところがコンピューター、AI が行うステップでして、最終的に定理を証明するところは数学者がやる仕事なんですが、それに至る過程で AI がいろいろといい仕事をしてくれると。で、そのプロセスの中で大量のデータを生成するという場面ではこれまでもですね、コンピューターを活用してきたということなんですが、その膨大なデータの中からある意味のあるパターンを見出すといった作業ではですね、これまで数学者の直感に頼っていたそうなんです。しかし今回は AI がその直感を導いてくれるというのが大きなポイントです。関係がないと思われるところに関係を与えるというのは相当が才能ですとか、新しい発想がないとできないんですけれども、 AI の場合にはそういうことを気にせずに関係を探したりとかということもできると思いますので、そういう点ではもしかしたらそういう天才的な発想というのも生まれる可能性がある のではないかと思います。本当にラマヌジャンとかそういうイメージだなというふうに。今回の AI はラマヌジャンのようだというのは今回の研究成果に対する最高の褒め言葉かもしれません。ラマヌジャンといえばですね、インド出身の大天才の数学者で、とてつもない数学的洞察力、直感力によって、次々といろんな発見をしてきたんですけれども、今回の AI が、そのラマヌジャンのような直感を数学者に与えてくれるということなんですね。で、こういったですね、AI を使って数学の定理をこう導いていこうという研究は、今回が決して初めてではなく過去にもあります。それを伝えたニュースがこちら、これです。これ10ヶ月ぐらい前に伝えたニュースなんですが、イスラエルの研究チームがある AI を開発しまして、その名もラマヌジャンマシンということで、ラマヌジャンのように次々と新しい数式を発見してくれるという触れ込みの AI でしたと。というようにですね、こういった研究の方向性の一つが AI を使ってラマヌジャンを降臨させるんだというところに あるようなんですけれども、そうした同様のコンセプトの過去の研究が ある中で、今回の研究何がさらに進んでいるかというと、ある特定の分野に限らずより広い分野にも適用できるんだと、そしてまた実際に驚くべき発見をしたということなんですね。で、その驚くべき発見が論文内で示されています。分野としては結び目理論という紐の結び目を数学的に表現し研究する学問におきまして、 AI と数学者とのコラボによってこちらの新しい定理を導いたとしています。数学の素人の私にはさっぱり理解できませんでしたので、先ほどの下川さんに解説いただきました。下川さんによりますと、結び目についてそれぞれ独立に行われてきた幾何的側面の研究と代数的側面の研究を結びつける成果が得られたと。これまで分かっていなかった幾何的な情報から代数的な情報が得られるということを初めて示したと。ということで、ざっくり言いますと、別々の独立した2つの世界が関連していたよと、そういったことをですね、 AI と数学者のコラボによって示すことに初めて成功しているということで画期的だと。で、さらにですね、この AI は今の結び目理論だけではなく、また別の表現論と
という分野においても驚くような予想を立てることに成功しているということで、数学のさまざまな分野において新しい発見を今後してくれるかもしれません。そして最後に一つ補足を加えますと、今回研究を発表したディープマインドという会社についてですけれども、ディープマインドは Google の持ち株会社であるアルファベットの傘下にある企業で、かつてアルファ GO という AI を開発して囲碁の世界チャンピオンを打ち負かしたことで一躍有名になった企業です。そして最近でもですね、アルファフォールドというタンパク質の立体構造を解析する AI を発表するなどしている、世界でも有数の AI 企業です。ちなみに今映っているタンパク質の構造、これ紐状になってますよね。先ほど紹介した AI が導いた定理っていうのは紐の結び目を調べる結び目理論の分野で、一旦結び目調べて何になるんだと一瞬ちょっと突っ込みたくなると思うんですけれども、実はですね、この結び目理論っていうのはこのタンパク質の構造解析などにも応用ができるということなんですね。先ほどインタビューした下川教授もですね、そういった結び目理論のタンパク質解析の応用を研究している方でして、下川教授は AI によって結び目理論が新しい方向に進んで、それがいろいろな分野に応用されるかもしれないと期待を述べていました。今後 AI は生物学とか数学とかいろんな学問分野をまたいで次々と新たな発見をして大きなイノベーションを生んでいくかもしれません。以上、速報でお伝えしました。今回お伝えするテーマは電池です。トヨタが発表した新型電池が話題となっています。トヨタ自動車は先月、全面改良した新型の小型ハイブリッド車アクアを発売しました。燃費性能などいろいろと注目点はあるんですけれども、中でも目を引くのがですね、バイポーラ型ニッケル水素電池という電池を搭載したという点なんですね。この電池をですね、駆動用の車載電池として採用するのは世界初ということなんですね。で、このバイポーラって何なのかというのが今日のテーマなんですけれども、それはちょっと一旦置いといてですね、まずニッケル水素電池なんですけれども、これはこれまでもですね、トヨタがハイブリッド車に応用してきた、採用してきた電池なんですね。初代のプリウスにも採用してきました。一方でですね、世界的に車載電池として主流なのもですね、リチウムイオン電池ですよね。もう世界的にですね、もう熾烈な開発競争が繰り広げられているわけなんですけれども、そんな中、今回もトヨタは、それよりも性能が劣るニッケル水素電池を使うのかと、トヨタ大丈夫かというちょっと突っ込みたくもなるんですけれども、ところがですね、今回そのニッケル水素電池にバイポーラという新しい構造を採用することによって、なんと性能がですね、ぐんと伸びまして、リチウムイオン電池をしのぐ性能にもなったということなんですね。で、そんな夢のような話があるのかと、ちょっとにわかには信じられない話かと思うんですけれども、そのですね、バイポーラという構造が何なのかというのを理解すればですね、納得いくんじゃないでしょうか。で、バイポーラっていう言葉ですね、この双極、2つの極という意味でして、ズバリですね、この図、これがですね、バイポーラの構造を表しているんですね。1つの終電帯という、これは電池の中で電気を流すパーツだと思ってください。その1つの終電帯の両側に正極、負極が塗られているという構造になっているんですね。一方、従来のものはどういうものかというとですね、1つの終電帯に正極が塗られていて、また別の終電帯に負極が塗られていると。いうような構造なんですけども、バイポーラはその2つの終電帯を1つにまとめた、そんな構造になっているんですね。で、これによってどんな一体いいことがあるのかということなんですけれども、これ自動車に搭載する電池って一般的にはですね、何百個も小さいですね、電池を寄せ集めているわけなんですね。で、その電池の寄せ集め方、組み上げ方がですね、このバイポーラによって根本的に変わるということなんですね。こちらをですね、ご覧ください。左がですね、従来のものでして、右がバイポーラ型になります。まず左なんですけれども、これセルと呼ばれる一個一個ですね、これがですね、小さい電池、つまり乾電池のようなものなんですけれども、従来型はそういった乾電池を寄せ集めてつないだような構造になっていると。一方、バイポーラ型はですね、これセルをですね、直接ミルフィーユ状に重ねていった構造になっていますと。で、これによって何が実現できるかというと、それはコンパクト化と大電流化です。なんでかというとですね、2つ必要だった終電帯をですね、バイポーラ構造はご覧のように1つの終電帯にまとめていると、2つが1つになったというのもありますし、もう1つはですね、従来型ですね、セル1つ1つにですね、外装ケース、乾電池の周りのケースのことですね、そういうのが1個1個わざわざあるんですけれども、一方バイポーラ型はそういうものはないというような形で、部品点数を大幅に減らすことができて、よりコンパクトにつながると。
でさらにですね、これ電流の流れに注目してください。これ従来型、これどうなってるかというと、一つのセルから次のセルにですね、この電流を渡すときに、こういう短い通路を通って次のセルに電流が行ってるわけなんですね。一方のバイポーラ型、ズドンと一気に流れるというような形ですね。ということですね、このバイポーラ構造によって、電池をコンパクトに詰め込める、つまりエネルギー密度を高めることができますし、またですね、電流がこう一気に流せるんで、つまりは出力が向上してですね、加速性能もアップするということなんですね。でこれ従来型のニッケル水素電池とこれ具体的に数値で比較しますと、電池の出力がどれだけ増えたかということなんですけれども、セル1つ当たり 1.5 倍になりました。はい、通電面積が広いので大電流を一気に流せると。かつセルの数がですね、同じスペースなんですけれども、今まで120個だったものが168個に増やせたと。コンパクト化によってこんだけ増やせたと。具体的には 1.4 倍増やすということで、 1.5×1.4 でだいたい2倍出力を高めることができたということなんですね。でこれは改めてですけれども、従来のニッケル水素電池との比較で、2倍ということで、一方気になるのは高性能のリチウムイオン電池と比べてどうなんだというところなんですけれども、これ残念ながら、これ以外のですね、性能値をトヨタは公表してないので、カチッとしたことはですね言えないんですけれども、バイポーラ構造を採用することでリチウムイオン電池をしのぐ性能になっているということなんですね。でちなみにちょっと補足なんですけれども、新型電池のですね、体積エネルギー密度ですね、つまり1リットルでどれだけのエネルギーを貯められるかということについて、これネット上で1000ワット時パーリットルという値、1000という値がこう出回っていまして、これですね、本当だとするととんでもない値でして、今世の中の EV のですね、パック単位、一つ一つのセルではなくパック単位のですね、エネルギー密度っていうのは大体200ぐらいなんですけれども、その値を圧倒的に上回る値がですね、ネット上で出回っているんですが、これですね、トヨタに確認したところ、これはですね、誤報だということです。はい、さすがにこんな値は言ってないと思われます。ご注意ください。ただですね、ちょっと正確な値はわからないんですけれども、リチウムイオン電池をしのぐ、匹敵する性能になっているということなんですね。はい、さてここまでですね、トヨタが採用したバイポーラとは一体何ぞやということについてお伝えしてきましたけれども、気になるのはですね、この技術がゲームチェンジャーになりうるのかという点ですよね。世界ではですね、電池をめぐって熾烈な開発競争、そして莫大なですね、投資合戦がこう繰り広げられているわけなんですけれども、この技術がですね、その世界的競争にどんなインパクトを今後与えうるのかということについてちょっと考えていきたいというふうに思います。まずですね、今回のバイポーラ型ニッケル水素電池はハイブリッド車用の電池というわけなんですが、純粋な EV、電気自動車ですね、これにも使えるのかという論点です。ハイブリッド車というのはですね、トヨタをはじめとした日本企業が得意な分野なんですけれども、残念ながら世界的には逆風が吹いていますよね。特にヨーロッパ、EU ですね、EU は先月、ハイブリッド車を含むガソリン車など内燃機関車の新車販売について2035年に事実上禁止するという方針を打ち出すなどして、つまり EV 以外はダメ、ハイブリッド車もダメだよと、そんな雰囲気が高まっているんですよね。で、そんな中、今回の技術がですね、縮小していくかもしれないハイブリッド車だけではなく、市場がですね、どんどん拡大している電気自動車にも適用できるのかと。というのが気になるところなんですけれども、一般論で言いますとですね、今回のバイポーラの技術、もちろん EV にも使えます。もちろん EV にも適用可能です。ただですね、今回開発した電池をそっくりそのまま EV に使えるかというと、それは一般的には難しいんじゃないかと思われます。それなんでかというとですね、大きな問題点一つ挙げるとすると、それは電池の体積変化です。というのもですね、ハイブリッド用の電池と EV 用の電池、これ使い方が全然異なってくるんですよね。電池を 100% 充電した状態、これ100としてですね、全部使い切った状態0とした時ですね、ハイブリッド用の電池っていうのはかなり狭い範囲で充放電を繰り返す、そんな使い方になっているんですけれども、 EV はですね、100近くから0近くまで充放電を繰り返すという使い方になっているんですね。そんな EV にニッケル水素電池を使ったとした時、その性質上ですね、電池の体積変化が大きく起こってしまうんですよね。つまりこれですね、さっきの図ですけれども、ミルフィーユ構造の一層一層が、充電や放電をするときにアコーディオンのようにこう厚みが縮んだり、こう厚くなったりするんですね。
まあ、そうなるとですね、あの電池の内部で歪みが生じて、そしてですね、あの接合部分などにひびが入ったりして、そして電解液が漏れて電池として壊れてしまう、まあ、そういうことにつながりかねないと、まあ、そういう問題があるんですね。まあ、というような理由でですね、今回開発したトヨタが開発したハイブリッド用の新型電池をですね、そのまますぐ EV に適用できるかというと、まあ、それは一般論で言えば難しいということになると思われます。じゃあですね、今回のバイポーラの技術がですね、狭い世界にとどまっちゃうのかというと、そうでは決してありません。こちらご覧ください。近年ですね、複数の日本企業がバイポーラを採用した電池のですね、量産化に動き出しているんですけれども、こちらのですね、2行目にこう注目してください。はい、まずまあ一番右側ですね、これトヨタ自動車、あの正確に言うとトヨタ自動車とトヨタ自動織機の共同開発なんですけれども、こちらはニッケル水素電池でバイポーラを採用なんですけれども、古川電機工業と古川電池はですね、鉛蓄電池にバイポーラを採用、そしてですね、 APB というこちらベンチャー企業なんですが、こちらはリチウムイオン電池にバイポーラを採用しています。でここはですね、バイポーラの最も重要なポイントなんですけれども、まあ、バイポーラというのはですね、あくまでも電池の構造の話なんですよね。中のセルをですね、どのように詰め込むか、そういう構造の話なので、ニッケル水素にも使えますし、リチウムイオン電池にも使える可能性はもちろんあるというわけなんですね。まあ、そういった意味でですね、バイポーラという技術はこの応用可能性非常に広いと言えると思います。でまあ、それぞれの企業のこれ例を見ていきますと、こちら古川電工と古川電池はですね、鉛蓄電池ですね、当然リチウム電池に比べればいろいろと性能劣る部分あるんですけれども、バイポーラを採用することによって、まあ、なんとですね、エネルギー密度をですね、従来の鉛蓄電池に比べて2倍に高めることができたと、まあ、これによってですね、あのコストパフォーマンスなどでですね、リチウムイオン電池を上回れるとしてですね、来年には製品出荷を開始する予定だとしています。用途は再生可能エネルギーでも発電した電力を蓄える低地用の蓄電池というのを想定しているということです。はい、そしてこちらは APB というベンチャー企業なんですが、リチウムイオン電池にバイポーラを採用しています。まあ、あのただでさえ性能が高いリチウムイオン電池に、その性能を引き上げるバイポーラという構造を採用しているということで、かなり注目度の高い電池ですね。あのちなみにこの APB という会社、トヨタグループのトヨタ通商からも出資を受けていると、まあ、そういった注目の企業なんですね。で実はですね、この APB の社長堀江さんなんですけれども、この堀江さんはですね、バイポーラ研究のパイオニアと言っても過言ではない方なんですね。堀江社長はですね、もともとは日産自動車の出身で、あの電気自動車リーフの電池開発にも携わった方なんですね。でそうやって電池の研究をしていく過程で、この電気自動車など大容量の電池をデザインするとしたとき、その最適な構造っていうのは何なのかと、合理的な構造は何なのかと、まあ、考え抜いた結果行き着いたのがバイポーラだったということなんですね。まあ、そんな堀江さんにですね、あのバイポーラについていろいろとお話を聞いてみました。1990年代 EV 用の電池を作って、それはリチウムイオン電池で作り、このプロセスの中でやはり非常に高いエネルギー密度を持っている大変高性能な電池のためにですね、従来の電池構造で電池を作り続けるというのは無理があるなというのが、私の強く感じたことでありました。で実際にいろいろな数値シミュレーションとかそういうのもプログラムを書いたりしながらやりながらですね、じゃあどういうものがいいのかなっていうのを考えたところで、バイポーラ構造っていうのが非常にそのデザインをしていく、そのイオンの流れ、電子の流れ、まあ、いろんなものをですね、デザインをしていくのが非常にいいと。バイポーラというのは究極の電池構造だ。堀江さんがですね、このバイポーラ型電池の研究をスタートさせたのは1998年のことでして、まあ、そこから20年越しでもようやくこのバイポーラ型電池の量産にこぎつけたということですね。まあ、ただですね、ここで気になるのは安全性の問題です。あの堀江さんがバイポーラを採用したのはリチウムイオン電池で、まあ、これって高性能なんだけど燃えやすい電池として有名ですよね。でそんな燃えやすいリチウムイオン電池に、まあ、全く新しいバイポーラという構造を採用して、どうやって安全性を担保するんだろうかと、まあ、ちょっとここが気になる点ですよね。そこで堀江社長が取ったアプローチというのはですね、電池の構造体に金属を一切使わないというアプローチなんですよね。あの電池というと、あの当然金属が使われているっていうイメージですね、あると思うんですけれども、なんと金属ではない材料で作ると、そうすることによって極めて安全性の高い電池が作れたということなんですね。エネルギー密度を考えると、金属ベースでやると、中で短絡をすると金属を通して大電流が流れてですね、
ものすごい加熱をしていくっていう点では、電池の中にそういったバルクの非常に抵抗の小さいものを入れたらですね、正極と負極ってくっついちゃったら、それでものすごい電流が流れて一気に加熱をして1000度2000度の世界に行きますから、これはもう止めることはできない。でも電池の中にそういった非常に小さい抵抗のものを全く含んでいないので、つまり自ら加熱をして、なんか異常なことが起こった時に加熱をして燃えたり爆発をするってことは、これは絶対にない電池というものを我々は作り上げた。はい、堀江さんはですね、金属の代わりに樹脂、つまりポリマーを使って電池を構成したんですね。でこの終電帯というこの電気の通り道も樹脂で作ったんですね。でそうするとですね、電池に例えば釘をぐさっと刺したとしてもですね、まあ、電流というのは基本的にはこれループで電流が流れるんですけれども、この電池の内部に抵抗の低い金属入っていないので、釘をぐさっと刺してもループができない、つまりショートしても電流が流れずに燃えることはないということなんですね。ただですね、この説明で根本的な疑問が湧き上がってきませんかね。つまり電池を電流を通しにくい樹脂で作って大丈夫なのかと、性能めっちゃ下がっちゃうんじゃないかという疑問ですね。抵抗の大きい材料で電池を作るっていうのは、まあ、本末転倒のようにも思えるんですが、この常識外れのコンセプト、実はですね、バイポーラという構造によって実現可能なものになってくるんですね。これどういうことか、まあ、再びこちらの図ご覧ください。電流の流れに注目してみてください。従来型はですね、終電帯に平行に流れていますよね。終電帯に平行に、一方バイポーラ型はずっと縦に流れますんで、終電帯に触れるのは一瞬ですよね、まあ、一瞬通過するだけというような状況なんですね。で電気抵抗というのは当然ながら流れる距離が長ければ長いほど電気抵抗は大きくなるわけでして、従来型はこれ終電帯に沿って流れてるんで、かなり長い距離を流れと、ところで抵抗はかなり大きいんですが、バイポーラ型さっき言った通りズドンと垂直に流れるので、まあ、一瞬触れるだけという形なので抵抗値はかなり低くなるということなんですね。具体的にはこちら、はい、こちら堀江さんによる解説資料からの引用なんですけれども、バイポーラ構造の方が抵抗はですね、10の10乗小さいと、つまり10億分の1の抵抗になるということなんですね。でここが重要なんですけれども、これは逆に言えばですね、バイポーラ構造を採用すれば抵抗が金属より10億倍高いものを使ったとしても問題ないということなんですね。というようにですね、これまでの電池構造ではありえない話なんですけれども、電池を金属ではなく抵抗の高い樹脂で作るというコンセプトがバイポーラによって初めて実現できたと、まあ、それによって電池の性能を落とさず、そして安全性も高められたということなんですね。で、まあ、さらに言うと、この樹脂を採用するメリットなんですけれども、まあ、冒頭に触れた体積変化によって、まあ、この歪みが起きて電池が壊れてしまうという、まあ、バイポーラの弱点についてもですね、これ柔らかい樹脂を採用することによって、まあ、ちょっと変形しても元に戻るということで、まあ、この問題もクリアしているということですね。まあ、というような独自技術で、まあ、APB はバイポーラ型のリチウムイオン電池をですね、まあ、量産にこぎつけましたということです。で、今年の10月からも製品の出荷を始める予定で、まあ、まずはですね、再生可能エネルギーの電気を貯める定置用としての用途を目指し、まあ、将来的には自動車、電気自動車の分野にも参入する予定だということです。はい、まあ、というような感じでですね、バイポーラ技術が日本においていろいろと盛り上がりを見せていると、まあ、そういう状況なんですね。そして最後ちょっとトヨタに話を戻そうと思います。まあ、今回ハイブリッド車のアクアでですね、日の目を見たバイポーラという技術をですね、今後どう展開しようとしているのかという点です。まあ、これについてトヨタに直接聞いてみました。するとですね、バイポーラ構造の展開については、まあ、リチウムイオン電池や全固体電池も含め様々な可能性を検討しておりますとの返答でした。具体的な検討内容については、まあ、商品計画に関わるので答えられないということなんですけれども、リチウムイオン電池はもちろん、トヨタが開発を進めている全固体電池、次世代電池の全固体電池へのバイポーラ構造の適用、これも検討しているということでした。はい、というようにですね、電池の世界においてにわかに盛り上がりつつあるバイポーラという技術について詳しくお伝えしてきました。繰り返しになるんですけれども、バイポーラというのはあくまでも電池の構造の話なので、リチウムイオン電池にも使えますし、全固体電池にも使える、まあ、その他の次世代電池である例えばナトリウムイオン電池とか、まあ、いろいろとも適用可能性があると
ということなんですね。まあ、そんな応用可能性の広い技術についてですね、こういったまあ複数の日本企業が量産の経験値を積んでいくというのはですね、今後の世界的なまあ熾烈な電池の開発競争を有利に進めることにつながる可能性あるんじゃないでしょうか。以上、理系通信でした。今回お伝えするテーマはパワー半導体です。半導体開発のノベルクリスタルテクノロジーは世界初をうたうダイオードを発表しました。ちなみにダイオードというのは電気の流れを一方通行にする電子部品のことです。で、何が世界初かというとですね、そのダイオードの中にはこちら次世代半導体酸化ガリウムパワー半導体が搭載されていまして、まあ、ちょっと難しいんですが、その酸化ガリウムパワー半導体を用いたショットキーバリアダイオードというタイプのダイオードを開発し、世界で初めて数アンペアの電流を流せ、そして1200ボルトという高い電圧に対応する性能を達成したとのことです。ちょっと何を言ってるかわからないというこの難しい発表をどう解釈したらいいかということなんですけれども、酸化ガリウムパワー半導体というのは日本初の技術でして、そして高性能なだけではなくコストも低い、まあ、要はコストパフォーマンスが最強と言われているパワー半導体なんです。そんなコスパ最強のパワー半導体が世界初の商品化に向けて、まあ、着々と成果を積み上げているな、まあ、そんなことを感じる発表となっています。というわけで今日は酸化ガリウムパワー半導体について、なぜ高性能と低コストを両立できると期待されているのか、また商品化に向けた課題は何なのか、そしてこの技術が世に与えるインパクトは何なのかなどについて詳しく見ていきたいと思います。でその前にパワー半導体はこのコーナーでも以前取り上げたんですけれども、改めてパワー半導体とは何ぞやというのを簡単に確認しておきます。パワー半導体のパワーというのは力ではなく電力という意味でして、電力を制御する半導体がパワー半導体と呼ばれます。身近なところで言うとこういったスマホとかパソコンとかの充電アダプタ AC アダプタにも入っていまして、その他電気自動車とか、まあ、鉄道車両とかですね、電力を変換制御する場面では欠かせない半導体となっています。でそんなパワー半導体は次世代型の開発競争が熾烈になっています。こちら経済産業省の資料ですが、一番左の円グラフが SI シリコン製、まあ、つまり従来型のパワー半導体のシェアです。三菱電機や東芝など日本勢が一定の存在感を示していますね。そして右の2つが次世代型のパワー半導体のシェアでして、 SiC はシリコンカーバイド製のもの、 GaN は窒化ガリウム製のものです。右2つの次世代型のものはまだまだ市場規模小さいんですけれども、従来型のシリコンとは勢力図が大きく異なるというのが注目です。現状ではパワー半導体といえば日本企業がまだまだ強い分野だと言われていますけれども、この先生き残れるかどうかというのは次世代型の開発競争で優位に立てるかどうかというのが大きな要素となってきそうですね。そんな中、新たなタイプのパワー半導体が登場しました。それが酸化ガリウムです。こちら見てください。これも経産省の資料で各パワー半導体の特徴を示した表です。右端が新しいタイプの酸化ガリウムですが、上の2行に注目してください。温抵抗というのはいかに電力のロスが少ないかという指標で、耐圧というのはどれだけ高い電圧に対応できるかという指標でして、2つともパワー半導体の性能を示す重要な指標なんですが、酸化ガリウムは他の次世代型の中でもピカイチの性能なんです。まあ、ちなみにこの酸化ガリウムをも上回る性能を期待されるのがダイヤモンド半導体と呼ばれる半導体で、以前のこのコーナーでも取り上げたんですが、登場が予想されるのがさらに数年先の話の、まあ、次世代のものということで、今回はダイヤモンド半導体については触れません。で、酸化ガリウムに話を戻しますと、忘れてはいけないのが酸化ガリウム、性能が高いだけではなく低コストで製造できるというところなんです。シリコンカーバイドと窒化ガリウムはですね、結晶を作るのがちょっと難しい部分がございまして、安く作るというところに課題があります。で、一方酸化ガリウムは非常に結晶を作りやすい材料なので、その高性能とそれから低コスト、まあ、それを両立できると。この青色の物体が酸化ガリウムの結晶でして、ここから半導体の基板となる上波が作られます。まあ、よく見る円盤状のやつですね。で、この結晶が作りやすいというのが低コストの秘訣になってきます。こちらがですね、この結晶を作っている装置になります。中の温度がですね、だいたい1800度ぐらいになってます。中に原料を入れて温度を上げることで原料を溶かしています。溶けた有益にですね、
種となる結晶を接触させて上に引き上げることで、こういった単結晶を作っています。で、有益から結晶を作るということから非常に高速な結晶育成が可能になると。酸化ガリウムの方がシリコンカーバイドやガリウムナイトライドと比べて100倍ぐらい結晶を早く育成できます。酸化ガリウムは液体状に溶かしてから結晶を作るという工程なんですが、シリコンカーバイドなどは液体を通り越して気体にわざわざする必要があるということで、結晶の成長速度に100倍ぐらいの差が出るということなんです。この結晶の成長速度が低コストの最大の要因となってきます。で、そしてもう一つ、結晶が硬くないというのも低コストにつながってきます。シリコンカーバイドや窒化ガリウムというのは非常に結晶が硬いので、加工するために特殊な装置が必要になってくるんですが、酸化ガリウムは従来型のシリコンと同じ装置で加工できるということで、これも低コストにつながってくるということです。そんなコスパ最強の酸化ガリウムパワー半導体ですが、実用化に向けて着々と成果が上がっています。こちらの装置がですね、ウェハーの上に高純度なエピタキシャル膜、我々エピ膜っていうふうに呼んでますけども、そのエピ膜を精膜するための装置になります。ここでは先ほどの青い結晶を円盤状に切り出したウェハーの上に純度の高い薄い酸化ガリウムの膜を作っています。この薄い膜に電圧とかがかかってきますんで、この膜をいかに高品質に作るかが性能に直結してくるわけなんですが、ノベルクリスタルは去年6月、直径100ミリのウェハに対し高品質なエピ膜を精膜することに成功し、世界で初めて量産を始めています。そもそもですね、ウェハが大きければ大きいほど、1枚から多くの半導体チップを切り出せますので低コストにつながってくるわけなんですが、この100ミリを超えたというところが大きなポイントだそうです。というのもですね、世の中に存在する半導体の製造ライン、これウェハのサイズが100ミリ未満のものに対応するものほとんど存在しないそうなんです。一方100ミリを超えてくると既存の製造ラインを使って製造できるということで、現状ですね、酸化ガリウムは量産に向けたその壁を突破しているという状況なんです。というようにですね、世界初の商品化に向けて着々と準備が進んでいるなという感じなんですが、一方で今後爆発的に普及できるかどうかについては、現状抱える課題、これを潰していけるかどうかにかかっています。酸化ガリウムの課題を、主な課題挙げました。こちら、はい、まず一つ目、精膜の生産性が低いという点です。これまでお伝えしたように、青色の酸化ガリウムの単結晶、つまりウェハの土台になる部分は成長がかなり早い、つまり生産性が高いとお伝えしましたが、その上に高純度な膜を作る工程、この生産性現状高くないんです。現状はこの装置、精膜装置にウェハを1枚入れて膜を作って取り出す、またウェハを1枚入れて取り出すという形で膜を1枚ずつしか作れないというのが現状です。で、この課題どう克服していくかについては、非常にシンプルで、一度に複数枚のウェハについて膜を作るということができるようになればいいですね。ということで、ノベルクリスタルは複数枚のウェハに一気に膜を作る装置を現在開発中ということで、来年度以降、このガラーンと開いたクリーンルームに新開発の装置を導入して生産性を高めたいとしています。そして2つ目の課題は熱伝導率が低いという点です。経産省の資料で熱伝導×となっていた項目のことです。パワー半導体は電力を制御する際に熱が発生しますので、その熱を逃がす必要があるんですが、酸化ガリウムは素材の性質上、他のパワー半導体に比べて、放熱性が低い、熱伝導率が低いんですね。ただこの課題に対してノベルクリスタルは本質的な問題ではないとしていまして、ウェハを薄くするとこの問題はクリアされる問題なんだとしています。実際に酸化ガリウム製のパワーデバイスで測定したところ、1度パワーワット未満という他のパワー半導体と同じレベルの熱抵抗値を実証しているということなんです。はい、そして3つ目の課題は、酸化ガリウムは P 型が存在しないという点です。これどういうことかというと、一般に半導体は P 型そして N 型という2つのタイプが存在します。プラスの電気的な性質を持つ半導体が P 型で、マイナスの電気的な性質を持つ半導体が N 型と呼ばれています。で、この P 型と N 型を組み合わせることで、いろんな半導体を作っているんですけれども、例えば高校物理でも学ぶダイオードですね、こちらは P 型と N 型をくっつける、接合することによって一方向には電流が流れるけど逆方向には流れない、
そういった弁の役割を持つダイオードが作られます。そんな中、酸化ガリウム P 型存在しないとなれば、果たして半導体としてこれ使い物になるのかどうかと気になると思うんですが、これについてもクリアできる課題だとしています。実際冒頭に紹介したですね、こちらの酸化ガリウムのダイオードはショットキーバリアダイオードというタイプのダイオードでして、これは P 型が不要で N 型半導体と金属をくっつけることで作成することができるということなんですね。でその他ですね、電流を流したり止めたりする役割を持つトランジスタなんかも P 型を使わずに作れて、酸化ガリウムで問題なく動作することを確認しているということです。ただこの P 型が存在しないという点なんですが、より信頼性の高い、つまり長く使っても性能落ちないよといった信頼性の高い半導体デバイスを作ろうとなると、一般にこの P 型があった方がいいということなので、果たして N 型だけでですね、ダイオードなどのデバイスの信頼性問題ないのかどうかという点については、今後しっかりと検証する必要があるということでした。まあ、というようにいくつかの課題はありますが、いずれも超えられない壁ではないと説明していました。さてここまで日本初の技術でありコスパ最強の酸化ガリウムパワー半導体についてお伝えしてきましたが、気になるのはこの技術が一体どこで使われるのか、そしていつ世の中に登場するのかという点ですね。まず酸化ガリウムがどの場面で使われていくのかについて、やはり気になるのは電気自動車 EV ですよね。ただその電気自動車については酸化ガリウム採用の機運が徐々に高まってきています。というのもですね、昨今の電気自動車においては高電圧化、まあ、つまり電池の電圧を高めようというトレンドがあるんです。電池の電圧を高めると代わりに電流を減らせるので、それに伴ってエネルギーロスが減る、まあ、つまり長い距離を走れますよというメリットが出てくるんですね。ただ従来のシリコン製のパワー半導体だとそんなに高い電圧をうまく制御できないんですね。そこで次世代型のパワー半導体に注目が集まっていまして、実際にすでに酸化ガリウムではないんですが、シリコンカーバイド製のパワー半導体が高級な電気自動車を中心に採用され始めているんです。まだ夢物語というふうに感じられる方が多いと思うんですが、まあ、我々はシリコンカーバイドで実現できる市場については酸化ガリウムで全部置き換えられるというふうに考えていて、それを実現したいと。改めて各パワー半導体の性能の比較ですけれども、 EV に採用され始めたシリコンカーバイドよりも酸化ガリウムはエネルギーロスが少なく高い電圧に対応でき、さらにコストも圧倒的に低くなる可能性があるということなので、シリコンカーバイドの市場すべて置き換えられるんじゃないかとノベルクリスタルは見ています。ちなみにもう一つの次世代半導体、窒化ガリウムはどうなんだということなんですが、高速性の欄を見てください。窒化ガリウムは高速性、つまり高い周波数に対応できるのが特徴で、酸化ガリウムはこことは戦わないと見ているそうです。まあ、つまり高い電圧の領域は酸化ガリウム、まあ、高い周波数の領域は窒化ガリウムと、まあ、そういった住み分けがされるんじゃないかと見ています。そんな酸化ガリウムパワー半導体、いつ世の中に実装されるのかということについて、これは決して遠い将来の話ではありません。冒頭で紹介した酸化ガリウムパワー半導体を搭載したダイオードは2023年の製品化、まあ、来年ですね、の製品化を目指すとしています。でそしてそれよりかは耐圧が低いんですが、よりシンプルな構造のタイプのダイオードをもう年内には発売するというふうにしています。そしてこれが世界初の酸化ガリウムパワー半導体を搭載した製品になるんじゃないかとしています。では最後に、こうした次世代パワー半導体がどれだけ市場が伸びていくんだという予想について見ていきます。パワー半導体全体は年々市場が拡大すると見込まれていまして、2050年には10兆円規模になると見込まれています。さらにその10兆円のほとんどを酸化ガリウムなどの次世代型が占めると予想されているんです。世の中のありとあらゆる社会インフラで電力の変換制御が行われていまして、それに伴って、まあ、塵と積もれば山となるで莫大なエネルギーロス、まあ、ひいては莫大な二酸化炭素の排出につながっています。ただまあその CO2 削減のために現状のシリコン製のものを次世代型のものに置き換えていきましょうとなるかというと、やはりネックになるのはコストなんじゃないでしょうか。そんな中、低損失で高性能、そして何といっても低コストな酸化ガリウムパワー半導体が世の中に実装されていけば、いろいろな社会的課題を解決してくれるんじゃないでしょうか。また昨今ニュースで半導体不足というのが話題になっていますけれども、酸化ガリウム日本初の技術ということで、サプライチェーンを国内で閉じて形成することも可能なんじゃないでしょうか。経済安保という観点からも酸化ガリウムは今後大きなインパクトを与えてくれるかもしれません。以上、理系通信でした。AI の最強集団がまたしても驚きの AI を開発しました。
イギリスの AI 人工知能開発会社ディープマインドは、競技プログラミングの問題を解くためのコードを生成する AI アルファコードを開発したと発表しました。ちなみに競技プログラミングというのは、アルゴリズムの知識とか論理的思考力などを駆使してプログラミングの問題を解く力を競う競技のことです。で、その競技プログラミングにおいてアルファコードはまず問題文を正しく解釈し、そして適切な解法解決策を選択し、そしてそれに従って正しくプログラミングのコードを記述するという一連のプロセスを、これ人の手を借りずに AI が全て行って問題を解いてしまうということなんです。で、まあ、特にすごいのはこの2番目の適切な解法解決策を選択するというところです。研究チームによりますと、比較的単純な数学とかプログラミングの問題は、まあ、これまでの AI でも解けていたということなんですけれども、競技プログラミングレベルの問題となると、まあ、この既存の解決策を検索してコピペするみたいな方法では、まあ、解けないそうなんですね。で、こういった問題解決の領域っていうのは、まあ、創意工夫とか発想力とかが求められますので、人間ならではの領域なんじゃないかと思ってたところ、そこに AI アルファコードが進出してきたと、そういったお話です。まあ、と言われてもですね、その AI が実際どんな問題を解けるようになったのかということを理解しないことには、この AI すごいのかどうなのかということがですね、まあ、ピンとこないと思います。というわけで今日はですね、 AI が解いた問題、解けるようになった問題ってのはどんな問題なのかというのをですね、紹介していきたいと思います。まあ、AI に負けるなということでですね、皆さんもぜひその問題考えてみてください。まあ、ちなみにプログラミングやったことないよという人にも分かりやすい内容になっていると思います。では早速問題見ていきましょう。徐々に難しくなっていきます。なおですね、紹介していく問題は Code Forces という世界的な競技プログラミングサイトからの出題となります。1問目はこちらのグリゴー&クリプトグラフィーという問題で、コンテストに実際に参加した人の正答率は 72% の問題。で、AI アルファコードはしっかりと正解を出した問題です。で、まあ、問題文読みますと、グレゴーさんという人は RSA 暗号を学習していてどうのこうのみたいな、まあ、ストーリーだった問題文になっているんですけれども、しっかり読解するとこんな感じの問題になります。 P は5以上の素数であると。で、 P を A で割ったあまりと P を B で割ったあまりが一致するような A と B の組を一つ見つけてくださいよと。ただし A と B っていうのは2以上 P 以下、素数の P 以下である、そんな値ですよと。ちなみに素数っていうのは3とか5とか7みたいにですね、1とそれ自身でしか割り切れない数のことを言います。で、この問題コンテストにおいては、例えば P として5が与えられた時に割って余りが一致するような A、B を出力してください。また P として例えば7が与えられた時に正しく A、B を出力してください。P が13の時はどうですか、 P が31の時はどうですかというふうにですね、 P としていろんな値が与えられて、その都度正しく A、B の値を出力する、そんなプログラムを書いてくださいという問題になっています。まあ、とりあえずはですね、ここにある4つの例について皆さん一緒に考えていきましょう。じゃあまずは P が5の時ですね、5を A で割った余りと5を B で割った余りが一致するような A、B の値を見つけてくださいという問題。まあ実際ちょっと考えてください。これは割とすぐ分かりますかね。まあ、候補がそもそも少ないですからね。2以上5以下の AB ということで、まあ、実際見つけてやると2と4ですね。5を2で割ったら余りは1。5を4で割ったら余りは1ということで余りが一致するということで、まあ、例えば AB として2、4を答えればいいという問題ですね。あ、OK でしょうか。こんな感じで次も行きましょう。じゃあ P が7の時いかがでしょうか。割って余りが一致するような A と B を出力してください。答えの一つはこれですね、2と6。7を2で割ると余りは1、7を6で割ると余りは1。じゃあもうちょっと値が大きくなって P が13の時はどうでしょう。余りが一致するような AB は一つ見つけてください。例えばこれが当てはまりますね。 A イコール2、 B イコール12。13を2で割ると余りは1、13を12で割ると余りは1、一致しますね。じゃあ P が31の時はどうでしょう。もうここまでなんとなく法則が見えてきた人もいるんじゃないでしょうか。答えの一つは A が2、そして B が30ですね。実際割るとどちらも余りが1になります。まあ、見えてきた皆さんには次の問題も簡単なんじゃないでしょうか。 P イコール 47,137 という、まあ、大きな素数が来たとしても、余りが一致するような AB の一つとして A イコール2、そして P から1引いた47,136 を B として採用すれば、 P を A で割った余り、そして P を B で割った余りはともに余り1で一致しますね。はい、というようにですね、 P
がどんな値が来たとしても答えとして A イコール2 B イコール P 引く1というのを出力してやれば余りは1で一致しますね。まあなんでかというと P は5以上の素数なので、まあ、必ず奇数ですから奇数を2で割ると余りは1、そして P を P 引く1で割ると当然1余るということなので余りは一致しますよね。はい、ということでこの A イコール2 B イコール P 引く1を出力してやれば OK という問題でした。はい、これ AI が解けたわけなんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。まあ、この問題、まあ、解けなかったなと、まあ、思いつかなかったなという人も多いと思います。でこれ重要なのはですね、このように人間が思いつかなかったなというような問題をこれ AI が解けるようになったということです。まあ、これ改めてですけれども AI アルファコードはまず自然言語、まあ、英語で書かれた問題文を正しく解釈できます。この問題ですね、RSA 暗号がどうのこうのみたいなですね、まあ、問題解く際に、まあ、重要じゃない余計な情報も入ってるんですけれども、それでもしっかりとですね、この問題は素数と余りに関する問題だと理解できています。そしてその上で正しい解法を選択しています。まあ、この問題難しく考えるとちょっとドツボにはまるような問題なんですけれども、正しくですね、AI は2と P-1 に注目して問題を解けています。そしてですね、その解法を正しくコードに落とし込んで正解を得ています。はい、まあ、AI 恐るべしといった感じですけれども、まあ、とはいえですね、今の問題、正答率 72% の問題ということなので、まあ、まだ AI の凄さはピンときてない方多いと思います。ということで、難易度の高い問題いってみましょう。お次は、バックスペースという問題で、正答率は 28% です。で、この問題はですね、実際に皆さんのお手元のパソコンとか、スマホとかのキーボードをイメージしながら問題考えてみてください。どんな問題かと言いますと、2つの文字列 S と T が与えられますと。で、S に対して次で説明するバックスペース操作という操作を行うことで S を T に変換できますか？そんな問題です。まあ、このバックスペース操作って何かというのをですね、具体例を通して説明しますと、例えば文字列 S として ABCDEFG というものが与えられたとしますと。で、お手元のキーボードでこの ABCDEFG というのを入力していくんですけれども、例えば、C を入力する代わりにバックスペースを押す、そして E を入力する代わりにバックスペースを押すと最終的にどんな文字列になりますか。これちょっと実際やってみますか。 A、B で C を打ち込む代わりにバックスペースを押すと、まあ、C を打ち込まないだけではなく手前の B も消えますね。そして次は D を打ち込んで E を打つ代わりにバックスペースを押すと、まあ、D も消えちゃうと。でその次 F を押す、G を押すという感じで、具体例として ABCDEFG が与えられて C と E のところでバックスペース操作を行うとどんな文字列になるかというと、今やったみたいに AFG になりますということです。これがバックスペース操作です。はい、ということでこの問題はどんな問題かというと、例えばですけれどもね、文字列 S として ABCDEFG が与えられますと、そして文字列 T として ADE が与えられますと。この時に先ほど説明した適切なバックスペース操作を行うことによって S を T に変換できますかという問題です。例えばこの具体例で言うといかがでしょうか。というとこうすれば OK なはずです。実際ちょっともう一回やってみますと、まず A を打ち込む、 B を打ち込む、 C を打ち込む代わりにバックスペースを押すと B も消える、そして D、E、F、 そして G を打ち込む代わりにバックスペースを押すと F も消えちゃう。最終的に ADE、 つまり文字列 T が得られたので、この問題は Yes と答えればいいと。まあそんな問題です。はい、この問題の趣旨分かりましたでしょうか。はい、じゃあ具体的な問題いきましょう。じゃん、文字列 S としてこんな感じに長い文字列が与えられたとき、最終的に適切なバックスペース操作を行うことによって文字列 T、テレ等に変換することができますか？ Yes or No という問題。はい、この具体的な問題を考えてみてください。ちなみにこれ本番のコンテストでは文字列 S として文字がですね10万個連なった文字列、これについて S を T に変換できますかと判定する必要が出てきますので、まあ、そういったですね長い文字列に対しても Yes か No かを判定できる方法でこれ判定しないといけないということにはご注意ください。この問題どうやって考えるでしょうか。自力で考えたい方は一時停止して考えてみてください。これ結構戸惑うと思うんですよ。ちょっと実際普通に考えてみますと、例えば L を押して E を打ち込む代わりにバックスペースを押す、そして次の T は残して次の F どうしようと、
欲しいのはテレ東なんで F はいらないので消したいとこなんですけど、そうすると T が消えちゃうぞと、あれあれと F どうするんだ、そのまま残すのかな。でその次 E は欲しいから E は残すんだけど TFE っていうでテレ東にならんぞと、あれあれどうしようというふうにちょっとかなり戸惑うと思いますが、果たしてこの問題どう考えるべきかというと、これ前から考えていくんではなく後ろから逆から考えるというのがポイントです。どういうことかというと、ちょっと分かりやすくするために文字をちょっと右寄せにしてみました。で右端からこの文字は採用すべきか否かというのをどんどん判定していきます。つまりですね、まず右端の O に注目してください。文字列 S の O と文字列 T の O が一致しているのでこの O は採用しますと。続いて文字列 S の小文字 T と文字列 T の小文字 T が一致しているのでこの小文字 T は採用すると。続いて文字列 S の J と文字列 T の E が一致してないのでこの J は消すべきですね。ということでこれは J を打ち込む代わりにバックスペースを押すべき。ということで J の手前の D も消えますね。バックスペース操作を行うと文字は2つ消えることに注意してください。で同じノリで K と E が一致していないのでバックスペース操作で2個消す。 T と E が一致していないのでバックスペースで2個消す。 E と E が一致したのでこの E は採用して次に行くと。 T と L が一致していないので2個消す。 H と L が一致していないので2個消す。 L と L が一致したのでこの L は採用。続いて T と E が一致していないので2個消すと。 E と E が一致したので E は採用。 F と T が一致していないので2個消すと。で T と T が一致しましたねと。でこの後はもう消せばいいですねと。ということでこのように適切にバックスペース操作を行うことによって S を T に変換することができたということで、この問題は Yes と出力すれば OK という問題。はい、ということでこの問題は逆から考えるというアイディアによってかなり考えやすくなったという問題だったんですけれども、この AI アルファコードもですね、逆から考えることによってスマートに問題を解いています。あのコードの中のリバースという文言がですね、この逆から考えるということに対応しています。でちなみにこの AI がどうやってこういったコードを生み出しているかというとですね、まず背後には大量のデータがあります。GitHub という世界中のエンジニアたちがあのコードを共有しているサイトがあるんですけれども、まあ、そのデータを大量に収集して AI のモデルを事前学習します、まあ、ただこのコードを収集しただけでは単純な問題しか解けないと。で難しい問題は全然解けなかったそうです、まあ、そこでですね、先ほどの Code Forces とかあの日本の競技プログラミングサイト AtCoder などですね、まあ、いろんな競技プログラミングサイトの問題およびそれに対して参加者が提出したコードを収集して AI のモデルをチューニングしたとのことです。で開発チームによりますと、このチューニングが今回の AI の進化の秘訣だったとのことです。でこれによって新たな問題に対する解となるコードを生成し始めることができます。で一つコードの単語を生成するたびに AI のモデルにフィードバックします。そしてまたそれをもとに新たな単語を生成します。そしてまた AI のモデルにフィードバックして次の単語を生み出す、フィードバックして次の単語を生み出す、まあ、というのをどん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 繰り返してですね、最終的にこうした正解のコードが完成するという流れです。でこうして解放 A というコードが出来上がるんですけれども、まあ、同じようにして解放 B のコード、解放 C のコードというふうにしてですね、あの大量のコードを生成するということなんです、まあ、ただほとんどのコードは間違ったコードだそうです。全然正解を出せないコードだということです、まあ、というわけでですね、そこでフィルタリングをして 99% 以上のコードを捨てるそうです。で、まあ、これは正しい解放だろうといういくつかのコードを残すというプロセスです。はい、まあ、AI の仕組みがなんとなく分かったところで最後にもう一問見てみましょう。シンガーズツアー、まあ、歌手の旅という問題で正答率は 14% の問題です、これどんな問題かと言いますと、 N 個の町がありまして、それぞれの町に歌手が住んでいますと。そしてある歌手はですね、ある町で歌を歌います。で歌を歌い終わったら次の町に移動してまた歌を歌うと。でそのまた隣に移動して歌を歌うみたいなのを繰り返していくって、まあ、謎の設定の問題。でこの問題についてはですね、ちょっとですね説明を飛ばして結局こうなりますよというのをもうこの後示しちゃいますので、自力で考えたいという人はここでちょっと一時停止して問題を考えてみてください。問題へのリンクは概要欄に貼っていますので、一度自力で考えてみてください。はい、よろしいでしょうか。はい、でこの問題は考えていくと結局こうなります。ドン。
最終的にですね、このような連立方程式を解くという問題に言い換わります。皆さん懐かしの連立方程式ですね、まあ、中学とか高校とかで学ぶ連立方程式の問題ですけれども、はい、こちらに載っている具体例の連立方程式、皆さんどうやって解くでしょうか。まあ、つまりここに5本の式がありますけれども、ここから A イコールほにゃらら、 B イコールほにゃららというのを求めようという問題です。ちなみに今与えられているこの具体例では式の数5本ですけれども、これ本番のプログラミングのコンテストでは最大式の本数10万本になります。はい、この10万本の場合でも解けるような方法で問題を解くことが求められていることには注意してください。そして加えてですね、プログラミングの知識がある方への注意ですけれども、この連立方程式をプログラミングで解くなんていうのは、ネットで調べればそんなの出てくるやろと思うかもしれませんけれども、先ほども言った通りですね、式の本数最大10万本にも及びますので、そうしたコードをコピペしてきてもこの問題解けません。解こうとしてもですね、タイムオーバーになってしまいます。とてつもない計算時間がかかってしまいますので、その10万本の式に対しても効率的に問題を解く方法で解かないといけないということです。はい、じゃあこれどうやって解くかということなんですが、まずこの与えられた式に何か規則性があるということに気づけるかどうかです。つまりこういう規則性です。はい、皆さん見えましたでしょうか。それぞれ未知数の ABCDE の係数は1,2,3,4,5 になっていまして、まあ、こんな感じでちょっと虹色になっているようにですね、ちょっとその 1,2,3,4,5 の位置がちょっとずれたような形になって登場しているという何かまあ綺麗な規則性がありますね。これに注目して問題を解くというのがポイントです。はい、じゃあここから具体的にどうやって解いていくかというのを具体的にもう示しちゃいますけれども、まずステップ1としてはですね、こちら5本の式を全部足してみてください。そうするとABCDE の係数すべて15になります。ということは両辺を15で割ると A たす B たす C たす D たす E イコール15という綺麗な式が出てきますね。これをこの後活用していきますというのがファーストステップです。この後まあどうしていくかというと、隣り合う2つの式の差に注目します。どういうことか、例えば1番目の式と2番目の式の差を考えてみると、マイナス A たす 4B 引く C 引く D 引く E イコール0という式になります。これ B 以外の数が全部係数マイナス1になってますね。であることに注目すると、この式と先ほどステップ1で得られた星の式を足し合わせると ACDE が消えて B だけが残りますね。 B イコール3というのが得られます。要約すると 1-2 たす星によって B イコール3というのが得られますというのを繰り返していくと、 2-3 たす星より C イコール2、 3-4 たす星より D イコール5、同様にして E イコール4、 A イコール1というふうに全ての未知数 A から E を求めることができましたという問題でした。はい、この正答率 14% の問題を AI が解いたっていうのはこれ結構驚きじゃないでしょうかね。これ振り返るとですね、まず今回はちょっと説明省略したんですけれども、問題文にある、まあ、この歌手が街を回って歌を歌っていきますよというところから、まあ、この問題は連立方程式の問題だと行き着くところもなかなかのハードルだったんですけれども、 AI はそれを突破した上で一般の連立方程式を解く方法では解けないということで、式の特殊な構造から隣り合った方程式の差に注目するというアイデアを AI を採用して正しく問題を解けているということです。はい、というようにですね、ここまで AI がどんな問題を解けるようになったのかというのを説明してきましたけれども、注意すべきはですね、この AI のモデルまだまだ完璧じゃないということです。正答率 14% の問題先ほど解けましたけれども、一方でそれよりももっと簡単な問題でも全然解けないみたいなことも普通にあります。まあ、では現時点でこの AI が人間に比べてどれぐらいの水準にあるのかというとですね、実際に Code Forces の競技プログラミングコンテストに AI が出場したらどうなるのかというシミュレーションを、まあ、DeepMind が行ったところ、 AI は参加者の上位 54% に位置する成績を収めることに成功したということです。まあ、このできたばかりの AI がもうすでにですね、人間の参加者の中央値に位置する成績を収めたというのは、まあ、なかなかの驚きなんじゃないでしょうか。でそしてこの AI を開発したのは AI の最強集団 DeepMind だということを忘れてはいけません。DeepMind といえばですね、かつて AI AlphaGo を開発して囲碁の世界チャンピオンを打ち負かしたことで一躍有名になった企業ですよね。でとなればですね、今回の AlphaCode も競技プログラミングの世界チャンピオンを倒すレベルに近い将来になるのかどうか、ここ気になりますよね。
というわけで開発者の一人ジュリアンさんに、まあ、AI は競技プログラミングで世界一になれますかと聞いてみました。するとジュリアンさんはまさかの日本語勉強中ということで日本語で返信が返ってきまして、アルファコードがどんどん上手になると信じていますけれども、いつまでかかるかは言いづらいです。まあ、いつこの世界チャンピオンを倒すレベルになるかというのは言いづらいです。でも私たちは頑張ってますと。でところで人間と AI が一緒に働けば AI だけが働く以上にうまくできると思いますと。まあ、人間は考えと想像力がある。一方、AI は全然眠くならない。まあ、つまり AI は寝ずに働いてくれますよ、といった返信でした。まあ、今回 AI は、まあ、論理的思考力や発想力が求められるような高度な問題をも解決できることを実証しましたけれども、まあ、今後ですね、競技プログラミングの分野にとどまらずですね、広く何か問題を解決したい、課題を解決したいよという場面において、AI が人間の強力な相棒になってくれるようになるかもしれません。という期待がある一方で懸念もあります。それはですね、この技術が自己改良型 AI の誕生につながってしまうんじゃないかという懸念です。AI 人工知能はもちろんなんですけれども、人間が書いたコードによって作られていますので、まあ、人間が制御できるはずのものですよね。ただ今回の AI っていうのは、まあ、自分でコードを書けちゃいますので、自分自身の設計図であるコードを自分自身でこうどんどん上書きしていって、AI が自らをどんどん改良していって、そして人間が制御できなくなってしまうんじゃないか、まあ、そういうですね、この SF 映画みたいな結末になるんじゃないかという懸念があります。でこれについてはアルファコードの論文にも言及がありまして、長期的にはプログラミングのコードを生成する技術は高度な AI のリスクにつながる可能性がありますよと。 AI が持つコーディング能力によって何度も自らを上書き改良するようなシステムが生まれ、ますます高度化したシステムへと急速に発展してしまう可能性があるというふうに述べています。で、まあ、このますます高度化したシステムっていうのは、まあ、いわゆるメディアでよく言われるシンギュラリティ、技術的特異点に到達した世界のことですね。AI が一人でにこう進化を繰り返していって、こう人類の知性をはるかに凌駕してしまいまして、まあ、AI が人類に代わってこう文明の主役に躍り出る、まあ、そんな世界のことです。まあ、そんな懸念もある中で研究チームはですね、決してこの AI を独立したコードをこう生成するこの生成器として発展させようとしているのではなく、先ほどのジュリアンさんのコメントにあったようにですね、あくまでも AI は人類の相棒だと、まあ、人間の知的な生産的な活動をサポートするような AI として、まあ、今後発展させていく考えのようです。まあ、こうした期待と懸念を含めて今後も注目していきたい技術ですね。でこれで終わりなんですけれども、ちなみに今回 AI が挑戦した競技プログラミングですけれども、まあ、なんだか面白そうだなと思った方のためにプログラミング金メダリストに学ぶ超入門アルゴリズムという動画を近日配信予定ですので、まあ、そちらもぜひチェックしてみてください。以上、理系通信でした。